それではこれから、潜在意識の活用法の11、を始めます。私は山崎と申します。よろしくお願いします。隣のが妻の安子と申します。よろしくお願いします。実はですね、私が51歳の時にですね、21歳年下の妻をですね、引き寄せの法則で引き寄せて結婚したんですね。意識の力で引き寄せました。で、出会ってから一度も喧嘩したことがないですね、とても、私が言うのはなんですが、仲のいい夫婦という感じです。というふうな形でですね、今日はその意識の力をですね、しっかりと使って、それであのこの内なる意識とつながってしまいましょうというふうなことを行います。で、今日の内容なんですけども、瞑想についての知識を得ていただきまして、瞑想の意識状態を実体験していきます。で、瞑想の素晴らしい応用法、今回の場合には内の位置につながるというやつなんですけども、それを体験するということをします。で、今日はですね、やり方を知っていただいてですね、あとはメンバーサイトっていうところがあるんですけども、それを使って日々の練習でですね、この瞑想を上手になっていただきましょうと。で、今回の瞑想だけで瞑想を理解しようと思わずに、ですから頭で、今日は頭でですね、いろいろ考えて瞑想って一体どんなものだろうかっていうふうに、追求していくんじゃなくてですね、瞑想の楽しさというふうなものをですね、体験していきますと。それから瞑想だったら、自分の人生がこういうふうになったら嬉しいなというふうな、そっちの方をですね、感じていきますと嬉しいと思います。で、今日はですね、一番最初がラディアンスの起源、意識の仕組み、潜在意識の活用、ほのぬくの瞑想法、それで瞑想法で潜在意識を活用する具体的な方法というふうな感じでやっていきます。で、メンバーサイトなんですけども、ですね、このメンバーサイトもですね、もうじきリニューアルするんですけども、まず今ログインしたっていうんですね、ログアウトって感じですね、こうやってやって、で、後でですね、皆さんにこのメンバーサイトに入れるメールをですね、お送りします。で、そこのところでパスワードをコピーしてですね、メールの中のパスワードをコピーして、ここにペーストしてですね、でこれはメンバーサイトのアドレスなんで、これをダブルクリックして、このページが現れますので、このペーストして、で、ID は、申し込んでいただくときにですね、書いていただいた ID を、メールアドレスをここに入れて、ログインというふうにしますと、こういった形でですね、出てきまして、で、今日は潜在意識ということで、で、今日のやつがこのところの11ということでですね、それで、こういうふうな感じで、瞑想の上手な仕方というような、動画がありまして、でソニックメディテーションの基本形というのと、それから今日のメインのですね、ガイドを感じるという瞑想と、これが、全体動画というような感じになってましてですね、いろんな時に同じようなテーマでやってますので、このところではこういったのが来てて、このところではこんな感じとかって感じになっておりますけど、それでこうやって後で復習ができますのでですね、楽しみにしていきます。それからまた、これは1ヶ月間で、ご覧にならなくなってしまうんですけども、この下のサミット瞑想の説明会というのは毎月ですね、第4土曜日にやっておりまして、で、この3時間半かけてサミット瞑想についてですね、いろいろ説明していくんですけども、3時間半ぶっ続けの動画がですね、一番下にあるんですけども、これをやっちゃうとなかなか最初から見ても大変なんでですね、それを細かくして見やすくしたのがこうやってこのところにこうやってありますので、これを見ていただきますと、催眠と瞑想の両方をですね、しっかりと知ることができると。それから実習もこのところにですね、ありますのでですね、しっかりと実習もですね、行うことができるということになります。というようなメンバーサイトなんですけども、このメンバーサイトの、この一番の機能は、例えば願望実現セミナーに参加していただきますと、このところでですね、こうやってやりますと、願望実現セミナーについてのいろいろな説明がですね、これテキスト、それから、導入の説明とかですね、瞑想や催眠の効果とか、願望実現の始まりとかですね、願望実現の原理とか、それから願望実現の原理の続きですね、で、ガイドとつながるにはどうしたらいいのかと、それからガイドとつながる音声と、それから願望を確定するとか、性能ワークと、あとその解説とワークという感じでずっと続いておりました。でそれから、潜在意識活用するための今度は瞑想セミナーというのがソニックメディテーション瞑想セミナー、これがラディアンスのホームページのリンクでですね、
でソニック1とかってありますと、このところにテキストがあって説明があって、で、瞑想のやり方の音声があって説明があって、それからそれに対する瞑想がどーっと続いていてですね、説明があって瞑想が続いてっていうような感じですね。ずーっと割れてあって、で今度はこの今月は第3、今月の第3土日にこのソニックメディテーションの3回目やるんですけど、第7チャクラの瞑想とかですね、それから内なるヒーラーにつながってしまうと、内のヒーラーにつながって今度はオーラを開くとかっていうふうなことをやっていきまして、オーラをしっかりと開いたらですね、今度は一番下はですね、自分自身がヒーラーになってお互いの参加者でですね、2人1組になってオーラを整えてしまうと、そんなこともですね、ここにやっているわけなんですけど、そういうふうなセミナーをやってたりとか、あるいは上級セミナーというアドバンスセミナーというのがありましてですね、このソニックメディテーションを開始しますと、こういったものも学習できるようになっていて、でこのことをですね、魂のミッションを実行しとか、潜在意識の遥かを起こすにつながるとか、人間ゲームから卒業しとかですね、頑張り続けるの上手な方法とかっていって、で催眠療法のところに行きますと、催眠療法を受けていただいた後のフォローアップのですね、催眠誘導とか自己催眠セミナーに参加していただきますと、自己催眠セミナーネット講座とか、それからプロのヒプノセルス養成講座とかっていう感じですね、ありまして、でまたさっきのところに戻ってくるって感じです。こんな素晴らしい、であとこれはスマホでも、PC でもですね、両方ともで使えるんですけど、10月にリニューアルを予定しておりましてですね、これがもうちょっと今らしい画面になってくるという感じになっています。でそれからですね、このライセンス一覧というところをクリックして、アカウント設定というところがありますと、パスワードをですね、自分の好きなパスワードに変更できるというふうなことになりますので、一度パスワードをですね、一番最初のメールで入れたら、あとは好きなパスワードを今度は、ね、変更可能ということになります。というような感じのですね、メンバーサイトっていうのを後で、お使いできるな、使うことができるようになりますのでですね、復習はですね、これでバッチリという感じです。で私 の、 自己紹介なんですけども、私の社会人年齢はテルモ株式会社というところ で、 で皆さんもお使いになったことがあるですね、このテルモの電子体温計っていうのは実は私が作った電子体温計なんですよね。基礎研究からですね、生産ラインの稼働までですね、しっかりと行いまして、でその後にですね、いろいろな陽電子工学を応用した研究をやっていたんですが、ある時私が手首で測る血圧計の研究をしてたんですね。赤ちゃんから新生児からですね、老人まで、手首でですね、正確なその血圧を簡便に測るという、そういった装置の研究を北海道大学の陽電子工学の先生と杏林大学のお医者さんと共同研究をしていたんですけども、でそんな時にこのソニーのソル社も、名誉会長という職員になりまして、経営の第一線から退きましてですね、それで、この人はもともと発明家で日本発明協会の会長というのもやったこともあるというような感じで、発明が大好きなんですけども、でいろんな新しいものをですね、作ろうというの研究をしていたんですが、ある時この人がですね、手首で脈を測ってその病気を診断するという、そういったデータをですね、蓄積していた、韓国のお医者さんがいまして、でその韓国のお医者さんはこの、指でこうやって見てるんじゃなくて、ここに、可塑度センサーを置いてですね、その可塑度センサーの出力を、心電計につないで、その波形を見ながら、この波形だとどんな病気かっていうのを診断するというふうなことをやってた。でそれを、ソニーのコンピューター技術を使ってですね、コンピューター解析してどんな病気か診断してしまおうという、そういうふうな脈診器のですね、研究を行っておりまして、で私も手首で脈を測ると、ソニーのソリューションも手首で脈を測るということで、手首つながりでソニーに来ないかということになったですね、ソニー社員になりました。でソニー社員になってソニーか、のソリューションの直轄部隊に配属になったんですよね。である時このソニーのソリューションがですね、こんなことを言っていたと。科学技術が進歩しても世の中は少しも良くならないと。でその原因は20世紀は物質的高さを追求していると、21世紀は心の高さが重要な重要になってくるというような感じですね。で物質的高さとか、これは技術とかっていうと松下に負けてしまうから、松下と同じになってしまうから、これからは心の時代を、なんだか心の時代を研究せよって感じですね。心というようなものが重要であるというようなことをですね、社員ひたすら
語りかけてたんですよね。それからある時この創立者がですね、東洋医学ではなく西洋医学ではなく第三の医学としての病気ならないカドコシオイトの研究をしようと、これからここの時代がやってくるんだっていう感じでですね、で、ここの時代を象徴するかのように、あの脳科学者の茂木健一郎氏もソニーの社員になってるんですね。で、茂木健一郎氏はソニーコンピューターサイエンスラボラトリーに配属になりましてですね、私は生命情報研究所というところに配属になった。で、これが生命情報研究所の、発足会で、ここに、いる人がですね、関係者一同でですね、ここに座っている人がソニーのソリューションの湯川勝氏で、ここに立っているのが若き日の山崎康雄氏、私になりますけど、今は髪の毛がぺちゃんこでですね、薄くなっちゃいますけども、この頃はですね、剛毛でですね、ビビョンとあの髪の毛が立っていたというふうな非常に若い頃だったんですけども、で、この横に座っている人がですね、これまたすごい人で、こんな感じの、今はこんな感じになっているんですけども、これをこの、非常になんかすごい感じの人なんですけども、東京大学の名誉教授で、ヤギに世界で初めて人工心臓をつけたっていう人工心臓の権威の人なんですね。それで晩年にですね、代替医療とか統合医療とかに興味を持ちまして、それで、生命情報研究所の顧問になっていると。で、こんな感じのですね、風景を見てですね、この鼻を大きくするとですね、鉄腕アトムに出てくるお茶の字博士に非常によく似てるんですけども、実はこの人は、鉄腕アトムを書いた鉄川治虫のですね、高校時代の同級生で、それで、この、お茶の水博士のですね、元になったというふうな感じの人なんですけれども、ね、こんな感じでこういうふうな面白い人たちがですね、ここにたくさん集まってできたのが生命情報研究所というようなところで、なります。で、この生命情報研究所でこのソニー、それからまたこの生命情報研究所のですね、非常に大きな特徴が、このソニーのソリューション自らが所長になって我々を引っ張っていってくれたということで、もう一度ですね、脳梗塞で倒れて車椅子状態になりながらも生命情報研究所を作ってくれたというので非常に感謝しているんですけどもですね。それで、このどんな研究をここでしようかということで、このサイモントン療法というのを見つけたと。で、ここにいる人がですね、このサイモントン博士という人 で、実はこの人は放射線科のお医者さん で、がん患者にですね、放射線を当てて治すというふうなことをしていたんですが、ところが昔だったんでなかなか治らなかったんですね。で、そこで、ある時ですね、この人の奥さんが心理療法をする人だったんですけども、で、この心理療法をしていると心の持ちようでがんが良くなったり悪くなったりするというふうなことをですね、このサイモントン博士に伝えたところ、そうかと、それじゃあがん細胞がつくで喜んでるイメージをしてもらったらきっとがんが治るんじゃないかというふうな感じでですね、この、心の状態でですね、がんを治すというそういうふうな、ことをですね、しっかりと研究して、どのようなことをしたらがんが治るんだろうというふうに研究していったところ、このサイモントン療法というふうなものをですね、作り出すことができて、それで一番最初に、治療した人がですね、末期がんの患者だったんですね。もう西洋医学ではですね、サジを投げられていて、あとは死ぬのを待つばかりと、で、唾を飲み込むのもやったというふうな人がですね、末期がん、その人にですね、サイモントン療法を施したところ、3ヶ月間で完治してしまったと。それからまた、この、末期がんの患者はですね、インポテンツとですね、それから関節炎かなんかを患っていたそうなんですけれども、それもですね、このサイモントン療法のやり方で治してしまったと。で、これをよく気をよくしたこのサイモントン博士は、いろんな人にこのサイモントン療法を施していきましてですね、それで、非常にその次から次へとがんが治ってしまうと。で、その様子を、がんのセルフコントロールって本に書いて、世の中に通ったところですね、これが非常に反響を呼びまして、日本でもサイモントン療法のですね、特集っていうのを NHK が組んでしまったと。で、その特集を見た私がですね、これこそ、まあ、ソニーのソリューションというところの病気にならない体を起こし合うための研究にぴったりだということで、この研究をやろうということになったんですよね。で、このがんがですね、東洋薬とか西洋薬とかを使わなくても治るというのをがんの自然対処というふうに言うわけなんですけど、このがんの自然対処の研究をするということになったんですね。で、そうしたときにこの中央研究所の所長にですね、このことを話したら、こういった研究をするんだったら山崎君と、もっと基礎的なところから本格的にやった方がいいというふうな感じですね、なりまして、基礎的な研究っていうのはなかなかソニーだけだとですね、ソニーは医療機器のメーカーじゃなかったんでですね、そういうのはそれはなかなかできないというので、じゃあどっかの医療機関と共同で行おうということになりまして、
それで、この日本中のですね、このエコアンの自然対策というのは精神神経免疫学という学問で、まだこの当時出来始めたばかりでですね、研究者も少なくて、それから研究論文も少なかったと。でそれなんでですね、こういったものを研究するときには自分でいろんな研究を当てなきゃならないということで、それなかなかできないっていうんでですね、日本にいらっしゃいますこういった研究をしている先生にですね、手紙を書いてですね、で順番に会いに行ったと。そしたら東京の方に行かなくても東京の小平っていうところに国立精神神経センターっていうのがありまして、この免疫研究部のお医者さんが開拓してくれましてですね、で共同研究をするのができることになったと。でそこでがんの自然対策のための動物実験や学科発表を行っていたわけなんですけれども、この時にどんな風なメカニズムでがんが治るんだろうかというようなことをですね、この当時の文献からしてみると、この我々の脳の中に快楽中枢っていうのがあると。で快楽中枢をですねが刺激されて、例えば人から褒められて刺激されるとか、美味しいものを食べて美味しいなと思って、それから面白いものを見て刺激されるとか、こうやってこの快楽中枢が刺激されると、ここから、ホルモンが出ましてですね、そのホルモンが体、脳内のですね、免疫系に、脳内のどこだけで免疫系に作用して体中の免疫力が高まってですね、で、癌でも、エイズでも、結核でも、エボラでも、インフルエンザでも、こういったものでも治してしまうというふうなことだったわけなんですけども、ですけども、これをですね、実際にまだ医学的に検証した人がいないんですね、これを医学的に検証してみようと。で、ここでネズミというふうなものを使いましてですね、A 群と B 群にネズミを分けておきまして、で、A 群はですね、A 群は、脳に、A 群と B 群はまず脳に電極を刺してですね、で、がん細胞を皮膚に移しておきまして、こっちの方は電気刺激あり、こっちの方は電気刺激なし。電気刺激ありなしでどんな差が出るかっていうのをですね、実験したところ、この A 群の方はですね、白血球が活性化するんで、がん細胞が壊れるんだっていうふうなことがしっかり分かった。ところがこっちは変化なし。ですから、脳の快楽中枢を電気刺激して人為的に快楽な状態を作ってあげると、白血球が活性化するんでがんが壊れるというふうなことをですね、しっかりと確かめた。そこで、白血球をですね、活性化するように快楽中枢をですね、刺激して人為的に快楽な状態をどうにか作ってあげればいいんだということになったわけですね。じゃあそれでどうやってやろうかっていうんで、いろいろなことをですね、アロマテラピーもですね、試しましたし、それから、光をですね、当てるのも試しましたし、タッピングも試したりとかですね、それからあとは、音楽療法とかですね、いろいろなものを試しましてですね、で、それからあと、その、サイモント博士が言うようにですね、このイメージトレーニングとかっていうのも試しまして、で、いろいろやっていったところ、この催眠というふうなものにたどり着いたときに、あ、これがすごいという話になりまして、催眠をかけると誰もすぐに快楽な状態を作ることができるということで喜んだと。でそれからそれを催眠というふうなものをですね、やってる興味がある人たちのところに行くとですね、今度は瞑想というふうなもの、北海道に行く方にですね、まず瞑想中のあれをすごいんだからってやってみたらとかって言われてですね、おらとかって言って瞑想のセミナーに行ったら、なるほどすごいとかって感じですね。それでこういったことをやってるとですね、今度は催眠とか瞑想をしていると今度はヒーリングというふうなことが聞こえてきましてですね、ところがヒーリングというと手かざし治療って、あ、もしかしたら宗教かもしれないと、宗教なんかソニーで宗教の研究をするんかいとかって話になったんですけども、ところがこの時にですね、電子技術総合研究所っていう日本で一番大きい研究所がありまして、その研究員の人が学会でですね、気には電磁波的な側面があるというふうな発表があって、私も電磁波得意ですし、ソニーも電磁波得意ということで科学的な研究が可能であるというので、ヒーリングの研究をしようということになったんですね。ヒーリングの研究をしようというふうなことになって、いろいろなことをですね、調べていったところ、この気というふうなものをですね、研究している日本のこの第一人者にですね、佐々木茂というですね、電気通信大学の教授の方がいらっしゃいまして、その方がですね、気の研究をやってるっていうようなところで、であとソニーにもですね、来ていただいているということで、その佐々木茂教授にですね、この私もその催眠や瞑想やヒーリングの研究をしてるんですと言ったところ、そしたらその佐々木茂教授がですね、そういった研究をするのではありませんかと。普通の科学的な研究っていうのは、
何かそういう、こういう催眠や瞑想とかヒーリングができる人がいて、その人が催眠や瞑想を受ける人がいて、でそれを科学者として研究をするのは一般の研究方法なんだけども、こういった意識の世界の研究は第三者的に見ていたら実験に成功しないんだよと。催眠の専門家、瞑想の専門家、ヒーリングの専門家になって自らこういった力を発揮してですね、実験を行わない限り、行わない限りうまくいかないとかって言われまして、で私も催眠の専門家、ティーチャー、瞑想のティーチャー、ヒーリングのティーチャーになるだけのですね、技能をですね、いろいろなところに行って身につけまして、でこの研究を続けていったと。でそうしたところですね、ある時に長野県の野辺山というところをドライブにするときにですね、この45メートルの電波望遠鏡というふうなものに出会ってしまった。この最初から45メートル電波望遠鏡というのに書いてあるんですね、ワクワクしながら行ったんですけども、一番最初はですね、野辺山のドライブをしているときにですね、遠くの方に大きなパラボラアンテナがあると。一体これは何なんだろうと、周りの風景からしてみるとかなり大きな、このパラボラアンテナだみたいな感じですね。何しろ電車が飛びなもんで、こういったものにも興味があると。それに行ってみたところ、そこに行ったらこんなのとか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 こんなたくさんある。これはこうやって全部こうやってあるようなですね、なんかパラボラアンテナばかりの研究施設があったとかって。でそこのところにですね、入っていったところ、なんと、野辺山宇宙電波観測所だったということでですね、でそこの見学コースっていうのがありましてですね、こういったパネルでいろんなものの説明がしてるんですけども、この45メートルの電波望遠鏡、何が45メートルかというと、ここからここまでの直径が45メートルなんですね。これもうちょっとで50メートル差ができちゃうという、すごい大きな望遠鏡なんですけども、それのミニチュア版が置いてありまして、で、実際にこれが電波を受けることができると。で、これがコントローラーですね。このところにレバーがあって、電波がやってくるとメーターが増えると。で、この使い方がこのところに書いたんですけども、で、これをですね、こんな感じで拡大しますと、普通パラボラアンテナっていうのは、人工衛星からの電波を取れるのがパラボラアンテナですよねと。でもこの、電波望遠鏡は違うんですよと。実は太陽とか、そういった天体からのやってくる電波望遠鏡、電波を捉えるわけです。そうすると、曇りの日でも、夜でも昼でも、観測ができてしまうんですよという、これそのものすごい、高機能なですね、装置で。これで、この45メートルって一般的にこんな、普通の天体望遠鏡でですね、45メートルの直径なんていうのは絶対に作るのは不可能なんですよね。それからもっとすごいのが、このハワイとこの野辺山をですね、結ぶと、仮想直径がハワイと野辺山のですね、宇宙電波観測のですね、電波望遠鏡ができてしまうというですね、そういうふうなすごい、高性能な電波望遠鏡なんですけども、ね。で、こういったものを撮るんですね。だから、この太陽に向けてくださいねとかって言ってですね、こんなふうに書いてあるんですけど、太陽に向けてみるとメーターが出ると。お太陽からやってくる電波はこれを捉えるかって感じですね。なるほど、その電波というふうなものは太陽から出てるんだと。昔から聞いてたけど、こんな感じで撮るんかって感じですね、なりまして。でこれだけだとそれで終わったんですけども、この下にですね、今度は人に向けてくださいって書いてあるんですね。で人に向けてみるとどうなのかって向けてみると、やっぱ同じように電波がやってきたというこのメーターが触れるんですよ。ということは人間からですね、太陽と同じような電波が出てると、これが気化ということになりますですね。でこれをメーターで観測するだけじゃなくて、横軸に周波数、縦軸にその強さ、これが測れるようなですね、装置に入れてあげますと、この気の出し方によってこの波形が違ってくると。私はヒーラーですから、いろんな気を出すことができるんですけどですね、気の出し方によってこの波形が違ってくるというのがありまして、で様々な波形を含んだ電波を出すような通信方式がスマホに使われております。スペクタルの拡散通信方式という通信方式で、実は私がですね、大学時代に研究していた通信方式がこのスペクタルの拡散通信方式をやり方が分かるということですね。これでイブガマソリューションのソニーのソリューションのイブガマソリューションの夢がですね、これ脈波を測って脈波解析をしてどんな病かを診断するというふうなところだったんですけども、さらに私がこれをですね、発展させまして、それに見合った電池波をここから出してあげればいつも元気っていうのができてしまうと。おお、これはすごいということですね。この研究をですね、進めていたわけなんですが、それで、またですね、この当時のソニーのですね、技術がこのぐらいの色の中にですね、PHS の電話機だったら入れることができるというふうな感じなんですね。でこれはソニーじゃなくてアップルウォッチなんですけども、年代も違いますですね。で、このアップルウォッチはあなたをよりよく知るために独自の心拍センサーを組み込みました。
だからこの心拍がいくつかっていうのを測るだけなんですけども、このこっちの方だとするとですね、脈は分かると。ですからセンサーをこちら側に入れつければですね、脈を測りまし、ここで測りまして、それをこの中のコンピューターと非力なんでですね、この波形を中央のコンピューターに送って、それで解析してもらって、でどんな電波を出せばいいか、またここに戻して、ここから電波を出すといつも元気と、だからこんなものをつけていればいつも元気というようなものを目指した研究をですね、ずっと行っていたわけなんですね。これで、である時ですね、ソニーソルシャがなくなってしまった。で製造物責任法というですね、PL 法というのはそこで施行されちゃいまして、メーカーが作ったものが事故を起こしたら、メーカーが責任を持ってそれに対処しないといけないと。で最近リコールとかって言ってですね、たくさんなんかこうやってまとめて集めますとかっていうのはですね、聞いたことがあると思うんですけども、そういったふうな感じでメーカーの責任が重たくなったと。でこの時に、メーカーソニーが作ったですね、医療機器が医療事故を起こしてですね、誰かが死んでしまうとソニーの株価が乱高下してしまうんで、そういったことがあってはまずいっていうんで、この取締役会でですね、このソニーでの医療機器の研究をしないんだということになっちゃったんですね。ソニーのソリューションが生きているところは医療機器の研究が盛んに行われていたんですが、ところが、亡くなった後ですね、この法律が施行されてしまったもんでですね、ソニーの中での医療機器の研究部隊が全部なくなってしまったんですね。でそれでせっかくこれまでやった研究がですね、溝のようになってしまってはもったいないということで、イブカシの機器を引き継ぎソニーでの研究成果を社会に還元しようということで、でラディアンスというのを作ったんですね。でこの時に、こういうふうなものっていうのはもうソニーとかって大きなバックグラウンドがないとできないわけでですね、ですからこっちの方の研究は諦めちゃいまして、で催眠は瞑想の別の角度というふうなことがあって、催眠は瞑想の別の角度、それはですね、文字通り催眠は瞑想によってですね、潜在意識の内容を変化させて、よりその性格改善をしたり能力改善をしていこうという、そういったことにですね、切り替わっていったと。それでこのガンサル氏の意思というのは、このところの意思を引き継ぎのこの意思なんですけども、こういったものもですね、このイブカシはですね、思っていた。子供の未来を明るいものにしていた。何つらっていうと、このイブカシはですね、実は、2歳の時にお母さんをな、じゃあお父さんを亡くしておりまして、女手一つで育てられたと。ですから家庭の温かさっていうのも知らないわけですね。でそれで、この人がですね、結婚した相手がですね、東大のを卒業した敏腕国家公務員のお父さん、このお父さんで、その人はですね、戦後のですね、東国内閣っていうところの文部大臣とかとやってしまうとですね、ものすごくすごい人がいまして、でその人のですね、娘さんを奥さんにもらったんですね、このイブカさんが。それで大金持ちの娘でですね、病弱だったんで、ものすごくわがままに育てられていると。で昔は嫁姑の争いとかっていうのは激しかったんでですね、このイブカさん、女で育つで一つで育ったイブカさんのお母さんの悪口をですね、思いっきりその奥さんが言うみたいな感じで、そうすると自分の大切なお母さんの悪口をいつもいつも言われてるとですね、非常にムッとしてくるっていう感じですね。夫婦仲が最悪になってしまったわけですね。それで、子供を、一番最初の子供はですね、自閉症になってしまったんですね。でそれなんで、その当時自閉症とかっていうのはどうしようもならない病気だったわけで、どうにかこの子の能力開発をできないかっていうんで、この人はですね、一生懸命その能力開発の研究をしていたと。それから、自分自身のですね、夫婦関係も悪いというので、ついにですね、別居してしまったわけなんですけども、別居してしまってですね、この人の息子がですね、いたんですけども、それはもう息子がですね、うち のお父さんはですね、あまりいいお父さんじゃないんだとか、でうちの家庭はいい家庭じゃないんだとかっていうのを父イブカがするって本の中にですね、書いてあるんですけども、ですからこの何ですか、お父さんとしては大失敗をしたんですね、この人は。でそれなもんで、自分の子供や自分の家庭をですね、温かいものにできなかった。で自分の一番最初の子供は、自閉症でですね、なってしまったし、それから自分のその長男はですね、ソニーの社長にできなかったっていうふうな感じでですね、子供の未来はこれものにできなかったわけですね、この人。でそれなもんで、この人はこの、ソニーの中でですね、子供の能力改善をするにはどうしたらいいんだろうかっていうので、ソニー教育財団とかっていうのを作って、そういった研究をやっていたと。それで、そこでですね、
心の状態を良くすればですね、人間の超能力が向上できて良い親にすることができると。で、良い親にすることができれば、その良い親が幸せな結婚をして幸せな家庭を作れば良い子供ができると。そうすると子供の未来は明るいものができるというのでですね、良い社会を作る。で、これがですね、ルカ氏の意思だったんですね。で、これをこちらの方を引き継ぎまして、私がですね、催眠と瞑想を、行うラディアンスというものを作ったところですね、催眠と瞑想による社会貢献をしましたっていうんでですね、国際アカデミー賞というこの女の子のをいただいちゃいましてですね、勲章をもらっちゃったという感じです。その勲章はですね、そこのポットのですね、台所の流し台のところにですね、あのポットがあるんですけども、そっちのところに勲章を飾ってありますのでですね、それは赤くなってるのが見えるでしょ、それが勲章なんで、後で見といていただきますと嬉しいんですけど、こんな勲章をいただいてしまったということになります。というわけで、このラディアンスっていうところがどんなところかっていうのをですね、理解していただいたところで、今日のですね、本題の、中の意識の仕組みっていうところに入っていきます。この意識の仕組み、私たちのこの意識っていうのはですね、表面意識というのと潜在意識があるっていうのは非常に有名で、その比率がどうやって測ったかわかんないんですけども、1対9であるというふうに言われているわけですね。おいで、で、この中にですね、性格のデータが入っているんですけども、性格の核の部分っていうのが胎児から3歳ぐらいまでできるというふうに言われておりまして、で、ですから三つ子の魂100までという言葉があるんですけども、それから、その核がですね、その性格をですね、中心にしてですね、今度は13歳、中学1年生ぐらいまでの間にその性格が固まるというふうな感じで言われています。で、性格が固まると同時に、この性格が変化しないように統合膜っていうですね、膜を、機能的な膜ができまして、で、これをですね、これでこれを守っていると。それなんで我々の性格はですね、変わらないと。三つ子の魂100までとか、性格はそれは性格だからしょうがないよねとかっていう感じでですね、言われてしまっているということなんです。ところがだんだんですね、この意識の研究が進んでいきますと、この統合膜の力はですね、変性主要状態、この変性主要状態というのは催眠や瞑想時の主要状態のことを言うんですけども、この時になるとですね、力が弱まると。で、そうするとこの統合膜の力を弱めてですね、この中身を探っていくことができるだけでなく、ここにですね、大きなプラスのデータを入れてあげるとですね、性格改善ができてしまうというふうなことまで分かってきたんですね。瞑想や催眠時の意識状態の変性主要体になると、表面意識と潜在意識が増やされる統合膜の力を弱め、潜在意識内の情報を探りに変化させることができるんですよということがですね、分かってきたんですけど、でもこれは最近分かったことなんでですね、多くの方はご存じないということで、だから自分自身の性格というようなものもですね、これまで自分がこういった性格だからっていうのは諦める必要はないんですね。自分がこんなふうに性格改善したいと思ったら、それが性格改善ができるようなプラスをここに入れてあげればよいということになってしまいます。で、これができるのが催眠や瞑想と。で、これまでにいろいろなですね、自己開発セミナーとか自己啓発本をですね、読まれて、あ、私も性格改善したいと思って頑張ったんだけども、一向にできなかったというふうなのはですね、そのどうしてかというと、一般的な自己啓発セミナーではですね、催眠や瞑想というふうなものを使ってないんですよね。ですから、この原理的にですね、これまでの自己啓発セミナーや自己啓発本では、その中ではいろんなワクワクするようなことを言ってるんですけども、あのやり方を使っても原理的に性格改善をしたりとか、素晴らしい人生を作るのは無理なんですね。この統合膜の力はですね、非常に強いんで、いくら頑張っても受け付けない。ところが、この催眠や瞑想の主要体になると、この中身をですね、ここから探っていくことができて、なおかつ大きなプラスも入れることができてしまうということで、だからこれをやっていない、自己啓発の本やセミナーはですね、ただ単なるその主催者の、なんていうんですか、ただ情報、そういった情報を伝えたいというだけで何の役にも立たないセミナーなんですね、それっていうのは。ですから、これをやっていかない限り、性格改善はできないですよ、ということなんです。で、そういった感じなんですけども、今日やるこの瞑想なんですけども、瞑想の主要体、これがなかなかですね、難しいもんでですね、どうなのか、どうして難しいかというと、瞑想の状態になったら、なんかすごいことが起こるんじゃないかと多くの人は思ってるんですけども、現在の普通の意識状態で目をつぶってる時と全く変わらないんですよね、瞑想の主要状態。で、瞑想で意識が無になるっていうことも何もありませんで、よく、無の状態になってくるとかと言いますけども、無の状態にはならないと。それから瞑想に入ったという自覚もほとんどないというふうなことだ。
自分一人で瞑想をしてもですね、なんか本当に私はこれ瞑想の状態になったのかしら、もっと他の方法があってすごい瞑想に入り方があるんじゃないのとかというのは多くの人は思ってですね、なかなか瞑想に身が入らずに中断してしまうというのが圧倒的なわけですね。でところがその瞑想の状態になった時に実際に自分自身をですね観察してみると、だいぶ瞑想に慣れてからじゃないとできないんですけども、あ、なるほど、心身ともにリラックスしてるなと、気持ちが安静になってるな、集中力が増してるな、安心に感になってるなっていうことが分かるんですね。なぜこれで瞑想の状態に入っていると自覚がほとんどなくてですね、普通の意識状態で目をつぶると同じように感じてしまうかというと、このお酒に酔った時と似ておりまして、まあ、あの大ジョッキに2杯も飲んだらですね、それは夜だろうという感じなんですけども、ちっちゃいコップにですね、お酒を、このビールをついでもらってですね、飲んでしまった。だけど今日は車で来てるんだとかっていうような感じでですね、思ってですね、だけどそのコップ1杯ぐらいじゃ何でもないだろうと思って車の運転をし始めますと、なんか普通の車のですね、運転してる自分自身が、今日の自分の車はまるでスポーツカーのようになったような気がするとかして、加速がいいと、いや、なんかしてないけど今日の自分の車はカーブを曲がるときにですね、あのドリフトをしてですね、あのタイヤが滑る音がするとかって感じでですね、なんか今日は違うなとかって感じなんですね。そのお酒を飲んだことによって、お酒を飲んでるかどうかっていうところの脳のですね機能が低下してしまったんで、脳がですね暴走してですね、アクセルも思いっきり踏んでしまって、急ハンドルとかっていうのを取ってしまってドリフトをしたりとかなんかしてしまったりとかして、ですから自分が酔ってるっていうのが、ちょっとだけ酔ってる時になかなか分かんないんですけども、それと同じように自分自身が瞑想の状態の時も、瞑想の状態になってるかどうかっていうのを感知する部分が瞑想の状態になってしまいますんでですね、瞑想の状態に入ったかどうかっていう自覚がなくなってしまうというようなことがあるんですね。ですから今日も瞑想の体験をしていただきますけども、瞑想の状態になってるのかどうかっていうのがですね、あまりその気にしないでですね、あ、なるほど、これが瞑想の状態なんだっていうのをですね観察して楽しむということをやって、それからまたこの催眠と瞑想というのは同じ変性思考体に入る手段だというふうなことをお伝えしたんですけども、この瞑想じゃなくてこの催眠の研究をですね長い間していた先生がですねいらっしゃいまして、九州大学の名誉教授の三輪博士の成瀬吾作という方なんですけども、でこの方がですね一生かけて瞑想についてのですね、催眠についての研究をなさったと。でこの方が書いた論文の中にこんな一節がありまして、従来催眠中のクライアントは自分の意思を失い暗示理解的に従うと考えられました。それはあまりだ、実際には暗示過程を達成しようとする彼自身の主体的な努力の結果であると。催眠の状態になると意識がどこかに飛んでいってしまって、まるでロボットになったかのように催眠師の命令に従うというふうに考えられました。そうじゃないんですよと。実際にはその催眠を受けるその人の催眠の暗示をですね達成しようとするその人自らの努力をすることによってそれが可能なんですよと。だから一般的に言われている催眠でですね嫌がる人を催眠術の言いなりにするとっていうふうなことはできないんですよと。その人が協力的になって主体的な努力をしてもらった時に初めて、催眠が成り立つんですよっていうことなんですよね。それと同じようにですね、瞑想も瞑想の状態になったら自然に、何かができるようになるんじゃないかと思うんですけど、そうじゃなくて瞑想する人がですね瞑想 の、状態にしっかりとなろうという主体的な努力をした時にそれが可能なということですね。ですから自分から瞑想にですねなるんだという瞑想の状態になるんだというですねやる気満々でですねやっていただきますとうまくいきます。それからまた、我々は一般的に世の中のいろんな事象をですね考えてそれが正しいのか正しくないのかを見出すというふうにですね、な訓練をこれまでずっと受けてきているんですけども、瞑想中にそれを行うとですね何があるのか分からなくなってきます。それだけではなくてですね、この考えるということをすると頭が鬱血して頭が重たくなったり頭痛がしたり指摘してしまってですね、なんかメッセージを言うには百害と一利なしということになっちゃいます。ですから、瞑想中は考えないと。考えないというのは無になるということじゃなくて、浮かんできたインスピレーションに対してですね解釈しようと思って頑張らないと、批判しようと思って頑張らない、否定しようと思って頑張らないというふうな感じですね。ただやってきたものを受け入れるというふうなことをしていくとですね、どんどん上手に瞑想をすることができます。ですから瞑想中は考えない、やってきたインスピレーションをしっかりと受け入れるというふうにもしてください。それからこの瞑想や催眠のですね潜在意識と活用っていうのはですね、実は脳トレをしてるんですよと。
で我々のですねインスピレーション右脳にやってくるんですよね。で右脳にやってきたインスピレーションを脳梁っていう神経の束を通じて左脳に持っていくと。そうすると左脳にあります言語やがこのインスピレーションを、言葉にしてくれると。でそれでインスピレーションがやってきたっていうのを子供で感じるんですけども、でも一般的にこの脳梁っていうのは今度は赤い部分なんですけども、脳梁の断面積というのはですねものすごく少ないんですよね。ところが瞑想してですね、いつもいつも瞑想してると脳トレをすることによってこの脳の断面積を広げることができると。そうすると私たちの脳というのは右脳と左脳で、これ情報のやり取りをしてですね、いますので、そうするとこの脳の断面積を広くするということは脳の機能を高める、脳トレをすることになるわけですね。それからこの私たちの脳というのはコンピューターに例えると一度にいろんな仕事ができるマルチタスク状態。ところが一度にいろんなことができるのためにですね、何か一つのことに集中してないなと思ってもこれらが邪魔してしまうと。で瞑想の状態になってこれを沈める、練習を脳トレをしているとですね、こういったものが沈まっていってこの自分がやりたいことに集中できると。そうすると雑念が沈まっているんで脳のリソース全体を使って効率的に仕事をすることができるということでですね、この瞑想を使って脳トレをしているとですね、ものすごい能力開発をすることができるということになります。これで、この瞑想の状態になった時の凄さっていうのは、これまで私たちは多くのことを学んで多くの体験をしたんですけども、いざという時になると、ああ何も出ない、あの時何やったんだかなって忘れてしまうと。ところが今日やるですね、この宇宙の意志とかガイドにつながるですね、ことをしていくと、良いアイデアを無尽蔵に得ることができる。だからこうやっていろんな普段からの体験をですね、どんどんこの中に入れておけば、情報を入れておけば、あとは上手にアウトプットできるようになっちゃうと。まあ、だんだん年取っていきますと、なんだっけとか、あれがこれまで出るんだけどなとかっていうような感じになってですね、うまくいかないのが、瞑想の状態になるとスワッと出てくるというふうなことになってきます。といったわけでですね、瞑想についてなんですけども、でこの瞑想というふうなものは今から、5000年ぐらい前にですね、盛んになっていったわけなんですが、まず世界での最近での大きなブームがですね、戦後間もなくですね、戦後間もなくというかビートルズが、非常に売れる初めの頃、その頃にですね、超越瞑想というのは瞑想が、盛んになりまして、でできるビジネスは瞑想するとかというものが出たりとか、最近ではインテルとかグーグルが瞑想を取り入れてますよというふうなことが言われていたりとかですね、このグーグル社員5万人のうちの10人に1人が実践する最先端プラクティス、これが瞑想なんですよというような感じが出てきたりとか、世界のエリートはなぜ瞑想するのか、だから瞑想しないとエリートになれないんですよというのの、逆の言い方なんですけどもですね、感じになっていると。でところが多くの方がご存知のこの瞑想法、これは旧来の瞑想法と言われているものでですね、旧来、古来から伝われてきた伝統的な瞑想法には、ヨガ、瞑想、超越瞑想、これはヒンズー教会なんですよと。それから、座禅、禅とかですね、ヴィパッサーナ瞑想、それからマインドフルネス瞑想、これは仏教系なんですよと。それから、神道はまさにこの神様の伝わる道ですけど、こうやってもらいますよと。ですから、こういうふうな、その旧来のですね、宗教由来の瞑想法にはですね、一般人が享受できる瞑想の効果はリラクセーション止まり。じゃあなんでインテルやグーグルがこういったものを取り入れたかっていうと、実はですね、こういうふうな最先端企業はですね、うつ病になる、比率がですね、他の企業の3倍。他の企業、一般企業は30人に1人がうつ病になると言われてるんですけども、これらの、企業はですね、10人に1人。という感じでですね、このところで10人に1人が実践すると同じように、10人に1人がですね、うつ病になるという、そういうふうな、すごいうつ病の罹患率が高くなってしまうと。でそれを抑えるぐらいはできますよというのが旧来の瞑想で、それがですね、旧来の瞑想は宗教由来なので、瞑想の技能を日常に生かせるようになるかというのは10年以上の長い歳月と信心深さと成功質習慣の大幅な変更等の協業が必要なんですよという感じです。で私もソニーでですね、瞑想の研究をしているときに、朝ですね、出勤するとソニーのですね、ビルの上の方にあります瞑想ルームというのがありましてですね、そこで瞑想したりなんかして脳波計をくっつけて瞑想したりなんかして
でお昼時間になってくると、あ、下界に降りるとかって感じ、ずっとエレベーターで降りてきて、社員食堂もあるんですけど、食品食堂に行ってみるとですね、そこには肉、魚、そういうふうなものがですね、たくさん置いてありまして、でこういうふうなものをやっていくとですね、肉とか魚とかですね、食べちゃいけないんですよ。そうすると瞑想はうまくいませんよとかって感じですね。あら、せっかくお腹が空いてきたのに食べるものがないなと。じゃあ肉や魚が食べられないんじゃ、お蕎麦でも食べるかみたいな感じですね、言った時に、お蕎麦に入れるですね、薬味、ネギを入れるとですね、このところの仏教系ではですね、ネギを入れると、性欲が、性がつく、というか性欲が湧いてきて、煩悩が湧いてきてしまうので、ネギも入れちゃいけませんと。ですから、お蕎麦に入れていいのはですね、お揚げとか、きつね蕎麦とか、いうふうな感じでしか、なんか、きつね蕎麦も揚げたらできないみたいな感じになってくるんですね。というような感じで、なんか食べるものがないみたいな感じでなってしまってですね、瞑想は上手なんですけども、日常生活がつまらなくなってくるというふうな感じで、あ、これが苦行かみたいな感じで思ったんですけどですね。そんな感じで、こういった瞑想をしててもですね、瞑想は上手なんだけども、だけどつまんないなって感じで。でそれなんで、なんかもっと楽しく瞑想ができる方法はないんだろうかっていうんでですね、ソニーで、ね、研究した結果ですね、出来上がったのがソニックメディテーション。今大体に使ってる瞑想がこれなんですけども、最新の心理学や脳性学を応用するんでですね、苦行なし。で、こっちの方は何十年もかかるのをですね、いきなり平成状態に入ることができると。で、瞑想を日常に生かす技能を、こっちの方は何十年もかかるわけなんですけど、たった3ヶ月間という短期間で楽しく、苦行なしに楽しく身につけることができるという、そういうですね、瞑想法を、この最新の心理学や脳性力を応用してつけるようにしたということなんですね。で、こういうすごい瞑想法が、なんとですね、いつやってるかというと、毎月第3土日の月2日間の標準コース、こんな感じですね、月2日間標準コースというのと、毎月第4日曜の月1日間の濃縮コース、こんな感じになっています。で、あと、いつでもどこでも受講可能のネット講座、これはこの期日関係なく始められますよと。で、ですけども、それからまた、途中からでも参加です。ですから、3回目からも参加できますよ。でも何の遜色もなく瞑想の機能を習得できますよという感じですね。で、ですけどこの 1,2,3 の3つは受けてくださいねというような感じになります。で、また1月期、4月期、7月期、17月期っていうような感じで1日やってますんでですね、でそれなんでこの1回出たらまた次の月も出たいとかっていう場合にはですね、何かの再受講制度っていうのがありますよっていうので、瞑想を習うことに対する何か不足感というふうなものを一切排除してですね、誰でもが思いっきり瞑想を習うというふうなことができるようなシステムにしてしまったのがこのソニックメディテーションという感じになっています。ほんで、どうしてこのソニックメディテーションがうまくいくのかというと、なんと音と色と意識と言葉のエネルギーを使った瞑想法なんですよと。で、一般的なこういうふうな瞑想法っていうのはですね、このヨガはある体型を作ってじっとしている間に瞑想の状態になりましょうと。この低瞑想の場合にはマントラを唱えて瞑想の状態になりましょうと。で、マインドフルネスの場合には気づきを得ましょうと。で、ヴィパッサナはですね、禅とかっていうのはですね、呼吸とかあるいは数を数えることによって、瞑想の状態になりましょうと。だからお坊さんがですね、こういうふうに数珠を持ってたりなんかするのは、実は数を数えるためのあれはカウンターなんですね。数珠っていうのはあそこに法力があるんじゃなくて、瞑想して一つ、二つって言って数えていって、塔まで行ったら一つずらす。で、また塔まで行ったら数えたら一つずらすって感じですね。そういうふうな感じでやっていくのが、禅とかヴィパッサナ瞑想っていう感じなわけなんですけども。で、そういうふうな、じゃなくて、もっとパワフルに瞑想ができるのが、このソニックメディテーションなんですよと。音と色と意識と言葉の意味を使っています。それで、それでもってチャクラを活性化したんですけども、チャクラって一体何なんでしょうかということなんですが、チャクラというのはですね、実は脳からこの背骨を通じてさまざまな臓器に行っている神経の大きな分岐点がチャクラと呼ばれているんですよね。それで、例えばこの第三チャクラ、この第三チャクラってこれなんですけども、これはこの辺に当たってるわけなんですが、第三チャクラはですね、この神経の分岐点が太陽神経層っていう神経の分岐点があって、でそこのところにはですね、内分泌腺、ホルモンの分泌するところなんですけども、インスリン中のですね、分泌するところが持っていると。ここは、第一チャクラが副腎皮質ホルモン、これを分泌してですね、
そのこの腰の神経層というのがあるんですけども、でこの2つ目のチャクラというのが、これが正気からの分泌なわけですね。で3つ目がインスリンで、4つ目が、まあ、胸腺 で5つ目の喉が、今度は甲状腺とかですね。でこの後は脳の中に入っているわけなんですけども、こういった様々なですね、内分泌腺とそれから神経が分かれるこの場所というのがチャクラというふうな感じで、ですからこういった7つのチャクラがこのまま分かれているんですね。だからチャクラというのは別に何でも不思議なものじゃなくてですね、そういう神経の分岐点とそこのところにある内分泌腺、分泌腺の違いが違うんですけど、それがですね、あるわけですよと。で、これの特有のですね、音と、このチャクラ特有の、一つ一つのチャクラ特有の音と色と意識のエネルギーがありますんでですね、でそれを送ってあげると、まるでこの音叉、こっちの両方とも共鳴周波数がノイズだったらば、共鳴横にくっつけておけば、こっちを叩くとこっちの音叉は叩かないように共鳴を振動して、共鳴をして振動し出すというふうになっておりまして、で私たちのですね、こういったチャクラも、こっちの我々ティーチャーがですね、皆さんの方にこういったエネルギーを送ってあげますとですね、自然にここのところが共鳴して開くという、こういった効果があるんですね。それもで非常に、こういったことを使っているので、ソニックメディテーションもですね、上達の速度が思いっきり速いんですね。で、一般的にこの周波数が高くなればなるほど、エネルギーが大きくなってくるわけなんですけども、で、このところで使っているのが、この音のエネルギー、それから光のエネルギーがここでですね、意識のエネルギーが実はマイクロウェーブ、さっき のパラボナンテのところで、このところにあると。で、あとは言葉のエネルギーというのは特にどこにあるというわけじゃなくて、まあ、この辺にあるわけですけども、それから頭の中で考えればここら辺にあったりとかですね、になってくると。だけど、まあ、ガンマ線とか X 線とかが使えればいいんですけども、なかなかこれをですね、人間の体が浴びると危ないもんでですね、本当一番安全な部分というのはここまでということで、こういったところを使ってですね、瞑想を深めていこうというのをすると思うんですね。それからあのチャクラの機能っていうのはですね、非常に昔から研究されておりまして、でチャクラっていうのはこの第一チャクラがここにあってですね、ほんでこの第一チャクラはうーんっていう音と赤色に共鳴すると、第二チャクラがここにあってですね、うーっていう音と橙に共鳴すると、第三チャクラは水落になっておーっていう音と黄色に共鳴すると、第四チャクラは胸によってあーっていう音と緑に共鳴すると、で第六チャクラはこの眉間にあっていいっていう音と藍色に共鳴すると、藍色っていうのは紫色と青色を混ぜたものなんですけど、ここに共鳴するというようなことがですね、分かっておりまして、でチャクラっていうのはこの中心にあるんじゃなくて前に後ろにその入り口が伸びているわけですね。これで、この中にですね、チャクラのエネルギーがですね、時計回りでこうやって入ってくると、時計回りで入ってくると、で人間が十分チャージすると自分の体の周りにこのオーラの層が美しく光り輝いてできると。オーラっていうのは実はこうやってオーラも見えますとかっていう人もいますけどもですね、実は裸眼で見えるっていう風な人っていうのはちょっと統合失調症の気がありますですね、本来は瞑想状態になってこういったことを感じるということになります。でこれらはですね、人と人とのつながりをですね、作っている源になってくるんですねっていう風な感じで、このチャクラとオーラとかっていうのを科学的に研究していきますと何も不思議なところはないという風なことになってきます。で、一番最初のですね、これから瞑想の実習をしていただくんですけども、旧来の瞑想法、宗教来の旧来の瞑想法とソニックメディテーションとですね、どんな風にして、ソニックメディテーションを作れてるんでしょうかっていうのをですね、体験してもらいます。で、瞑想っていうとなんか入るのも難しそうに見えるんですけども、単調な刺激をですね、脳に与えていきますと、で脳波のパワースペクトラムを取りますと1分経つとこんな感じになってくると、2分、3分、4分、5分ぐらい経ってくるとここにピュッとですね、大きくこのアルファ波が立ってくると、で目をつぶった時のこのアルファ波っていうのは視覚野が、に刺激がいかなくなってくるんで、このアルファ波がピュッと立つわけで、これは瞑想によってですね、発生したアルファ波ではないんですね。このアルファ波を見つけるというふうなことが重要になってきます。で、一生懸命これは平眼呼吸法中の脳波のパワースペクトラムって書いてあるんですけども、目をつぶってですね、深呼吸をしているとですね、だんだんこんな感じになってくる。ですから 4、5 分経つと瞑想の状態になったかっていうようなこともなりまして、でやがて、6分、7分、8分、9分、10分という、であとはずっとその状態を続けていくというふうな感じですね。瞑想の状態がですね、成り立つわけなんですけども、ですから多くの人が、特別な人がこの状態になるんじゃなくて、目をつぶって
眠らないように気をつけながら深呼吸をするとですね、誰もがこんな感じにですね、推していくと。ただ、このように雑念とかが高まっちゃうと、こっちの方までですね、なっちゃいますけど、静かにしてると、こんな感じなんですよ、ということなんです。ですから、8分とか、そのくらいすると、もうしっかりとした瞑想の状態になってますよ、ということになります。それで、ところがこの旧来の瞑想法のですね、教科書を読んでみると、モンキーマインドっていうふうな言葉がですね、書いてあるんですね。で実際にマインドフルネス呼吸法や座禅を行ってみると人間は思考や感情、心配、願望、苦悩などの雑念をどうしても頭の中でぐるぐるさせてしまいがちなのですと書いてあるんですね。でさらにまた別のところには頭の中で思考や感情を自動的につなげて止まらない状態をさらに機械に飛び散る様子で例えば、モンキーマインド、まあ、で頭の中でさらに次から次へと影響やってきてですね、木から木へと飛び移っていくように頭の中で雑念が次から次へと浮かんできますよというようなことを言っているわけなんですけども、旧来の瞑想法ですとこのモンキーマインドからですね脱却するのにものすごい時間がかかるというふうな感じで、多くの人はここからですね、抜き切れずに瞑想を諦めてしまうんですけども、これからですね、このマインドフルネス瞑想を体験していただきまして、なるほど、自分の頭の中に思いっきり雑念が浮かんでくるな、こんな雑念が浮かんでくるんじゃなかなか瞑想は続けられないよと、そのように感じていきますとですね、この一番最初の瞑想実習はですね、大成功になるんですね。でも昔の、大昔の人にはこれしかなかったんですよ。テープレコーダーとかですね、IC レコーダーとかなかったんでですね、音と光、音のエネルギーとか光のエネルギーをですね、自宅に持ち帰ることができなかった。それなんで、呼吸というふうなものが非常に盛んになってきた。じゃあこの今非常にですね、いろんなところで流行っているものです。マインドフルネス瞑想はどうやってやればいいのかっていうのをこれから説明します。まずこの座ってですね、この背筋を伸ばすというふうなことをやっていきます。こんな感じになったりとか、こんな感じになったりなんかしてるとなかなか気が良くならないと。これで背筋を伸ばして姿勢を整えると。で、手はですね、上向きにしてですね、もう膝の上に乗っけてもらうと。これで目を閉じて鼻呼吸を始めましょうとこのように書いてあるんですね。振動深呼吸をしたら鼻呼吸を始めましょうと。一般的に腹式深呼吸をずっと続けているといいんですが、なかなかこの腹式深呼吸をですね継続させるっていうのは難しいんで、鼻呼吸を始めてみましょうと。でありのままの呼吸に意識を向け、鼻柔らかに意識を向け、息づきをただ感じると。頭の中で思考をですねぐる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 回すんじゃなくって、このいろんなところに意識を向けていると。例えばつま先からやっていいんですよね。つま先を観察してみようと、次は土踏まずを観察してみようみたいな感じですね。それでずっとゆっくり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 観察をしていってですね、これで、どんなふうなところにのことが気づくかと。で雑念が浮かんだら浮かんだことを認識し、雑念を手放し、呼吸にまた意識を戻す。でこれをですね8分ほど続けましょうと。だから8分続けるとだいたいこの辺りになりますよということですね。ですから、おお、なるほど、今瞑想の状態かっていうのが分かるような感じになっています。というわけでですね、これが、マインドフルネスの瞑想の体験をしていきます。やり方はとても簡単で、この通り選べられると。でまず座ってスースーを伸ばして姿勢を整えると。で深呼吸を一度したら、お腹を膨らませてですね、息を吸い込んで、お腹をへこませて息を吐くというふうなことを一度行ったらですね、ずっと、本来だったらずっとこの腹式深呼吸というのをやっていただきますと、どんどん深く入ってくるんですけども、ね、最初のうちはなかなか難しいんでですね、普通の呼吸でやってみましょうと。ありのままの呼吸に意識を向け、鼻や中に意識を向け、ただ気づきを感じます。ほいで、この時に雑念が浮かんできた音を紙に書いてですね、雑念を手放すと。で、また呼吸に意識を向けるというふうなことを行ってですね、これは8分間を行うというふうなことをして、マインドフルネス瞑想をつなぐんだろうと。で、これが終わったら今度はソニックメディテーションの基本編のですね、を体験していただきまして、瞑想中のソニックメディテーションの中にどうやってやるんだろうかと。あ、なるほど。こっちの瞑想法よりも雑念が圧倒的に浮かびにくいのがソニックメディテーションなんだなというのがですね、ここで体験できると思います。それでは、ですね、この通りにやっていきますのでよろしくお願いします。時間はですね、こちらの方で測っております。で、どんなふうにしてその時間が、知らせられるかといいますと、アラーム、あ、タイム8分間今日でありますのでですね、一番最初は
この音で瞑想の状態になりまして、8分経つと自動的にですね、またっていうふうな音が返ってきますんでですね、この音で開始してこの音で終了するというふうな感じで、どんなことをするかというと何度も言いますが、座ってスイスイの姿勢を止めたら深呼吸を 1,2 回行ってですね、目を閉じて普通の呼吸を始めてみましょう。でありままの呼吸に意識を向け、鼻やお腹に気づきを意識を向け、ただ気づきを感じましょう。つま先から頭のてっぺんからつま先までですね、いろんなところに意識を向けていったとしたらどんなことが浮かんでいくんだろうというふうな感じですね、ただ感じると。でところがやっぱりですね、こういうようなことをやっていると全然違うことまで浮かんできてしまうと。それまで浮かんできたことを認識し、雑念を手放すと。どうやって手放すかというと、顔の流れがあってですね、そこにシャボン玉みたいな感じで自分の雑念をポーンと捨てて、で顔にですね、ポーンと割れるんじゃなくて、パッとこう乗っかってそのままずっとずっと流れていくというふうな感覚でですね、雑念を流していきますと雑念が消えます。それからこうやってやってるとですね、眠くなってきちゃうんですね。そんな時には体全体の筋肉にグッとかって力を入れるとですね、その眠気が解けますというような感じで、これを行ってみましょう。でその後、そのリクメディーションの体験を行います。それでは行きましょう。目をつぶって深呼吸を1回してください。これからマインドフルネスペースをの実習を行いましょう。まず背筋を伸ばして伸ばして、そして深呼吸を1、2度行ってください。でその後は目を閉じて普通の鼻呼吸を始めてみましょう。ありのままの呼吸に意識を向け、鼻の周りに意識を向け、気づきを感じるということを行ってみてください。さあそしたら、ありのままの呼吸に意識を向け、鼻やお腹に意識を向け、気づきをただ感じてください。雑念が浮かんだら浮かんだことを認識し、雑念を飛ばし呼吸に意識を向けましょう。それではこれから始めてください。
8分間が経ちました。手の指を曲げたり伸ばした、足のつま先を曲げたり伸ばした、手首足首を曲げたり伸ばしたりして、意識をゆっくりゆっくりと体に戻しましょう。意識が戻ってきたら軽く伸びをして、ゆっくりと目を開けてください。というふうなことなんですけど、8分も続けていますとですね、いろんな雑念が出てきてですね、その、集中にですね、困ったりなんかすると。それで、この意識状態がずっと本当に瞑想の状態なのかっていうのにですね、疑問を感じてきまして、で、やがてそのうち眠くなって寝ちゃうとかって感じですね。あちらは一般的なこのマインドフルネス瞑想とか、あるいは旧来のですね、いろんな瞑想法なんですけど、なかなかこのしっかりと自分が瞑想状態に入って、うまくいってるんだっていうですね、気がなかなかしないと。だけど、まあ、ぼーっとしてきてですね、いい感じにはなってくるということなんですけども、ね。で、それを長く続けていても、なかなか自分自身に変化が起きないな、というんでですね、本当にこれでいいんだろうか、ということになるわけなんですけども、ね。で、次はですね、ソニーで研究したこのソニックメディテーションというやつなんですが、これの基本編。また後でですね、この今日のガイドにつながるというのが本編というのがありますけど、その基本編ですね。で、これは瞑想の状態になって戻ってくるという、ただそれだけのやつなんですけども、でどうやって瞑想の状態になるかというと、先ほどの、ヴィパッサナ、マインドフルネスはですね、ただ黙ってたんですけども、今度はですね、私が思いっきり喋りまくります。で、喋りまくった内容をですね、皆さんが、それをですね、イメージしてもらうと。で、一般的に、さっきもですね、この雑念をするという脳トレをしてもらったわけなんですけども、こっちの場合のですね、脳トレはもっと激しくですね、やるわけなんですけども、私が意識を第一チャクラ、鼻底骨のあたりに向け何度も深呼吸をしてみましょうって言いますんで、あ、なるほど、第一チャクラというのは鼻底骨のあたりになるんだなっていうような感じで思っていただきまして、で、意識を鼻底骨のあたりに向け、次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を何回吐きましょう、うーんって言います。で、口角を上げるっていうのはほどろこった実際に上げていただくんですけども、そうするとですね、セロトニンの分泌が良くなります。で、そもそもセロトニンっていうのは幸せホルモンとかって言われておりましてですね、それの分泌が良くなってくると幸せになってくると、それからまた瞑想の状態を作っているのがセロトニンっていうんで、セロトニンをですね、誘発するほどのところで一因となります。これで鼻から息を長く吐きましょう。私がうーんって言いますんで、皆さんは何とも声を出さずに、ただ鼻から息を吐いていきます。で、この時に10秒間ずっと私がうーんって言い続けますので、日常生活の中で10秒間息を吐きっぱなしにするということはそうないんでですね、なかなか大変かもしれないんですけども、この息を長く吐くというふうなことをやりますと、副交感神経が優位になってくるわけですね。で、私たちの自律神経系っていうのはいつも交感神経ばかりがですね、こうやってタタ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 やってですね、もうイライライライサイトがですね、落ち着かなかったりとか、それから攻撃的になったりなんかするわけなんですけども、それから血圧が上がったりなんかするとかですね。で、ところがこの息を長く吐いたりなんかしていきますと、副交感神経が優位になってくるんで、こうってこっちの上がってきてですね、こっちの上が上がってきて、いいところでバランスが取れるというふうな感じになります。それなんで、この10秒間息をずっと吐き続けるとかっていうのはなかなか最初のうちは大変なんですけども、これも脳のトレーニング、体のトレーニングだと思ってですね、私がうーんって言ったら大丈夫ですね、しっかりと息を吐いていってください。そしてこれをきっかけに、今度はうーんと吐いたら息を吸うのもなるべく長い時間をかけて息を吸ってですね、で、また私が別にうんとかって言ってないんですけども、長い時間をかけて息を吐く、長い時間をかけて息を吸って、長い時間をかけて息を吐くということをずっとやっていってください。で、最初のうちはお腹を膨らまして息を吸って、お腹をへこまして息を吐くっていうのは難しいようでしたら、とりあえず長い間息を吸ったり吐いて、長い時間をかけて深い深呼吸をしていただければそれで OK です。で、その後にお腹を膨らませる吸気とともに赤色の光を吸い込んでいるところを想像してくださいと言いますのでですね、どんな赤でもいいですからですね、赤色の光を吸い込んでいただくと。で、特定の赤とかっていうのはありませんので、リンゴが好きな方の場合にはリンゴの赤、トマトの赤が好きな場合にはトマトの赤、日の丸が好きな場合には日の丸の赤とか、どんな赤でもいいんですが、赤色の光を吸い込んでいく。で、今度は吐く息とともに、尾低骨のあたりがただかな赤色に輝いているところを想像してください。
ですから第一チャクラの尾低骨のあたりが、なるほど、明るく輝かせるんだなと。そうするとチャクラの共鳴する色なんでですね、第一チャクラが元気になってくる。それでその次にまた次の音を聞きながら、お腹を押さない、口角を上げて鼻から息を何回かします、うんって言いますんでですね、この時も私がうんって言い始めたら息をちょっと吸ってですね、うーんって吐くと。それからこれに慣れていきますと、大体ですね、私たちは、10秒以上かけて息を吸って10秒以上かけて息を吐くということができるようになっているわけですね。で、大体このうんって私が言っている時には、息を吐いている時の、でしたら大体5とか6の時にですね、息を吐きますので、その後10秒息を吐いていってもまだ16だみたいな、20ぐらいまで息を吐き続けられますのでですね、それから息を吸う最中でしたら、またムーという音が聞こえたらすぐに息をバーッと吐けばいいという感じで、長く深呼吸をする練習をしていると、まあ、これもだいぶ上達してからいいんですけども、非常にスムーズに深呼吸ができるんですね。で、今日のあたりはそれをやってしまうと、ものすごく煩雑になってしまうので、こうやって言っている時には普通の呼吸をしていただいてましてですね、このムーという音が聞こえたら、ムーという音だけじゃなくて、いろんなチャクラにおいていろんな音を言いますけれども、これが聞こえたら息をちょっと吸って、長い間鼻から手玉を耐えていくということをやってます。で、これは大チャクラの機能なんですけれども、機能をイメージすることによっても大チャクラを活性化することができます。で、大チャクラっていうのはグラウンディングといって、大地につながるっていうのがですね、大チャクラの役目で、で、想像力を100万倍当たらせていこうと言いますので、まさにこの想像をですね、力を100万倍働かせて、自分自身が母なる大地の家としっかりとつながっているところ、だからその地球としっかりとつながっているところをイメージして、ふわふわして言うんじゃなくてですね、しっかり と地に足を下ろしているというふうなところをイメージして、で、大きな安定感を得ている様子をイメージして、で、そうすると心が豊かになり、とってもいい気分です。これまたうーんって言いますんで、同じようにやってください。それから、目をつぶっているとですね、やっぱり眠くなってきます。眠くなってきたら手と足の筋肉のにですね、ぐっと力を入れるとですね、で、そうするとこの筋肉からのですね、信号が脳に毛様体というところに行って、その脳を刺激してですね、眠気を覚ましてくれます。それから雑念が浮かんできたら、今度は目の前に川の流れをイメージして、で、瞑想の中では宇宙のエネルギーの流れ、天の川の流れみたいな感じですけど、あんなのをイメージしてですね、そこに雑念を流し込んでしまう、そういうようなですね、イメージをしていただきますと、うまく、雑念もですね、処理できます。それで、第一チャクラから第七チャクラまで行ったら、戻ってくると。で、瞑想の覚まし方なんですけども、瞑想を覚まそうと、瞑想の状態から意識を戻そうと思って、呼吸をするとですね、瞑想からですね、覚めてきて、瞑想を深めようと思って深呼吸をすると、瞑想が深まっていきますので、ですね。ですから、瞑想を深めるのも浅くするのも自分次第と。で、瞑想を浅くするには、この今回の場合にはそれぞれのチャクラをイメージしながら戻ってきましょうと私が言いますので、その通りやっていってください。さっきの、瞑想法よりもですね、かなりこの頭の中では忙しいんですけども、これ慣れてくるとですね、非常にスムーズに誰でもがこの誘導を聞けばですね、瞑想の状態に慣れてしまうという非常に、ね、一品になってきております。で、それではこれからですね、ソニックメディテーションの基本編の体験をするということを行いましょう。大体12、3分でですね、終わります。それでは行きます。姿勢はしっかりとですね、背筋を伸ばしまして、で、頭はですね、その背骨の上に乗っけるような感じでちょっと上を向いてですね、両方の手は上を向けて、膝のあたりでですね、固定してあげるということをしてください。それでは行きましょう。目をつぶって大きく深呼吸を一回してください。これからソニックメディテーションの基本編、瞑想を行いましょう。意識を第一チャクラ、尾低骨のあたりに向け、何度も深呼吸をしてください。意識を尾低骨のあたりに向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から息を長く吐きましょう。そしてお腹を膨らませて、吸う息とともに
赤色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに鼻底骨のあたりが温かな赤色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。第一チャクラを開くと上手なグランディングができます。想像力を100万倍働かせて、自分自身が母なる大地の意図をしっかりとつながっているところをイメージしてください。大きな安定感を得ている様子をイメージしてください。そうしていると心が豊かになり、とってもいい気分です。雑念が浮かんできても決して頭の中で展開することなしに、目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れを思い描き、その中に流れ込んでしまいましょう。眠気の恐れそうになったら、手と足の筋肉にグッと力を入れて何度も深呼吸をしてください。さあ今度は意識を第二チャクラの下腹に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を下に向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて鼻息を長く吐きましょう。そしてお腹を膨らませて、吸う息とともにオレンジ色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とに下腹が温かなオレンジ色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。第2チャクラを開くと人生を情熱的に生きることができます。想像力を100万倍当たらせて、自分自身が生きる希望にあふれている様子をイメージしてください。人生を情熱的に生きている様子をイメージしてください。そうすると心が豊かになり、とってもいい気分です。さあ今度は意識を第三チャクラの溝落ちに向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を溝落ちに向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。そしてお腹を膨らませながら、吸う息とともに黄色い光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに水落ちがきれいな黄色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。第三チャクラを開くと自信とパワーがみなぎります。想像力を100万倍働かせて、呼吸ともに自分自身に大きな自信が湧き上がっている様子をイメージしてください。大きなパワーが湧き上がっている様子をイメージしてください。そうしていると心が豊かになり、とってもいい気分です。
さあ今度は意識を第四チャクラの喉に胸に向け、胸に向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を胸に向け、次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長くかきましょう。あそしてお腹を膨らませながら吸う息とともに緑色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに胸がきれいな緑色に輝いていく様子を想像してください。次の音を聞きながらお腹を膨らませながら口角を上げて鼻から息を長くかきましょう。あチャクラを開くと無条件のエネルギーを感じます。想像力を100万倍当たらせて自分自身が自分を愛し他者を愛しているところをイメージしてください。そう知ると他者からも愛され無条件のエネルギーを感じることができとってもいい気分です。あさあ今度は意識を第五チャクラの喉に向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を喉に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長くかきましょう。そしてお腹を膨らませながら吸う息とともに青い光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに喉が美しい青色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長くかきましょう。第五チャクラを開くと素晴らしいコミュニケーション能力が得られます。想像力を100万倍当たらせて自分自身が自分の思いを自由に人に話している様子をイメージしてください。人の話も快く聞けている様子をイメージしてください。素晴らしいコミュニケーション能力を得ている様子をイメージしていると心の豊かになりとってもいい気分です。雑念が浮かんできても決して頭の中で展開することなしに目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れを巻きその中に投げ込んでしまいましょう。眠気でもさあそうなったら手と足の筋肉にグッと力を入れて何度も深呼吸をしてください。さあ今度は意識を第六チャクラの頭の中心に向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を頭の中心に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長くかきましょう。そしてお腹を膨らませながら吸う息とともに藍色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに頭の中心が美しい藍色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長くかきましょう。素晴らしい洞察力にあふれます。想像力を100万倍働かせて自分自身が
真実を見通してる様子をイメージしてください。直感力にあふれてる様子をイメージしてください。アイデアがどんどん湧いてくる様子をイメージすると心が豊かになり、とってもいい気分です。意識を第7チャクラの頭頂に向けて何度も深呼吸をしてみましょう。意識を頭頂に向け、次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。そしてお腹を膨らませながら吸う息とともに紫色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに頭頂が美しい紫色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。第7チャクラを開くとワンネスの世界を感じます。想像力を100万倍高せて自分自身が工事の世界とつながっている様子をイメージしてください。そしてすべてを理解し、すべてを知る、すべては一つあるというワンネスの世界をイメージしてください。そう知ると心の豊かになり、とってもいい気分です。さあこれで深い催眠の瞑想の状態に入りました。これが瞑想の意識状態。さあこの状態を感じ取ったら、意識をゆっくりと肉体の置かれている時間と空間に戻しましょう。激しい運動をした後に呼吸を整えていくように、それぞれのチャクラのエネルギーを沈めましょう。第7チャクラ頭頂のエネルギーが沈まります。第6チャクラ頭の中心のエネルギーが沈まります。第5チャクラ喉のエネルギーが沈まります。第4チャクラ胸のエネルギーが沈まります。第3チャクラ水落ちのエネルギーが沈まります。第2チャクラ下のエネルギーが沈まります。第1チャクラ尾てい骨のエネルギーが沈まります。意識をゆっくりとゆっくりと戻しましょう。意識戻ってきたら手と足の指先を動かしてください。手首足首を動かしてください。体全体の筋肉にグッと力を入れて意識をしっかりと戻しましょう。意識が戻ってきたら軽く伸びをしてゆっくりと目を開けてください。って言ったわけですね。これはソニックメディテーションとマインドフルネスのですね、比較体験ということになります。次なんですけど、今日の本題のですね、この内なる英知のガイドにつながるというふうなことをこれから行ってみましょう。で、この皆さんもですね、このふとした瞬間に良いアイデアが浮かんできた、こんな経験あると思うんですけども、でこの時にですね、メモ帳を持っているとですね、そのところにふっと書き込めるんですけども、メモとペンがないとあれ後で覚えておけばいいやと思っているうちにですね、忘れてしまうと。でこんな時のですね、非常にですね、優雅で浮かんでくるインスピレーションがやってきたので、こういう時の意識状態を意図的に使えるのが瞑想や催眠の意識状態と。するといつでもどこでもあなたが望む時にですね、優雅がたくさん浮かんでくるようになると。
でそこで通常の意識状態ではなかなか解決できなかった悩みや問題もスムーズに解決できるようになっちゃうと。でこういったですねことがですねこのガイドのですねにこれからつながるわけなんですけども、でこのガイドにつながるとかっていうふうなことは実はですね、今にして始まったわけじゃなくてですね、このなんと発明王エジソン、この人がですね、言ってるんですけども、怪人エジソンという本がですね、書かれた時にですね、このエジソンのことが、エジソンの生誕150年の時にですね、この本が書かれたんですけども、生誕150年の時はですね、なんとこの遡ってみますとエジソンが生まれたのは江戸時代というふうな格好になるわけですね。でこの本の中にですねエジソンがある時にですね、天才は、まあ、自分のことを天才してるんですけども、 1% のひらめきと 99% の努力になるとでいうような発表をしたところですね、その当時の人はですね、ひらめきって一体何なんだいっていうのがよく分からなかったと。だから 1% って数が少ないんであまり重要ではないだろうと。で努力っていうのがよく分かると。で 99% って、ね、数が多いと。そこでエジソンの伝記を読みますとですね、エジソンは努力家である、エジソンは努力家であるということをですね、ここでここから書かれたと。ところがエジソンが言いたかったのは、私は 1% にひらめきがあったんで一生懸命努力をすることができたんだと。で 1% にひらめきのもきらめきのもとっていうのがエジソンが言うところのリトルピープルインマイブレインというところで、このリトルピープルインマイブレインが宇宙の英知のガイドというやつなんですね。でこの宇宙の英知のガイドはですね、このエジソンだけでなくですね、日本の、実業家の人も言ってるんですけども、なんと有名な京セラの創業者稲盛和夫氏と。でこの人は JAL の再建とか、それから第二電電を作ったとかって、ね、非常に有名な人なんですけども、でこの人が生き方という本の中でこのガイドのことについて触れてるんですけども、で稲盛さんがですね、技術者の素晴らしい発明ができたのも京セラの経営を発展させられたのもこの知恵の蔵のおかげだと言っています。でこの本の中にですね、知恵の蔵、それはいわば英知の意図だが、その所有者は人間自身ではないと。例えば神や宇宙が隠している普遍の真理のようなもので、その知を授けられることで人類に持てる技術は進歩し文明を発展させることができたと。で知恵の蔵につながった状態を擬人化して宇宙の英知のガイドって呼んでるんですね。ですからエジソンとか、この稲盛和夫氏とかですね、それからこれまでの、ビートルズもそうですしですね、さまざまないいアイデアを表その利用してですね、この世界をですねどんどん変えていった人たちっていうのはこのガイドにみんなつながってる人たちなんですね。でこのガイドっていうのは一体、どういうものなのかっていうとですね、心理学的な説明はですね、催眠や瞑想の意識状態のになってくるとですね、集中力とかひらめき力とか洞察力が非常に高まった意識状態になるわけですね。これをもう一人の自分として擬人化したもの、これをですね、ガイドの心理学的な説明なんですね。そうすると知恵の蔵とか集合無意識にアクセスすることが可能になってくると。でこれがですね、心理学的な解説なんですけども、これにですねもうちょっと面白い、面をつけてですね、スピリチュアル的な解釈というふうなものを行ってみるとどうなるかというと、私たちの肉体っていうのはこの肉体だけで存在するだけじゃなくてですね、この中に魂が入っている。で魂が今世の肉体においてどんなことをするかというふうなものをあらかじめ計画をしてきてるんですけども、でその計画を実行することによってこの肉体の中に入るですね、魂がですね成長するんですが、その成長をサポートする肉体を持たない魂、これのことをガイドっていうふうな言うわけですね。ですからこのエジソンもですね、本堂でリトルピープルインマイブレインと、自分の頭の中のですねリトルピープルなんですよと、小さい小人とかって言ってるわけなんですね。でそういうような感じでですね、このようになっているというので、これと非常にスピリチュアル的な解析という解釈というのをですね、エジソンも同じような感じでしていたということになります。ですからどっち側のでも好きな方をですね採用していただければいいんですけども、まあ、いずれにしてもこの集中力、ひらめき力、洞察力が非常に高まった状態の、自分自身をですね擬人化したものなんで、自分の中にもこういったものをですね得ることができると。それからでこういうふうなものを一度イメージして、この状態になることをですねどん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 練習していくとですね、この状態になるのがとても上手になっていくと、素早くこの状態になれちゃうというふうなことになります。でガイドにつながって、つながっていく練習をしているとですね、このこういった
集中力をひらめきる動作中が非常に高まった状態を簡単に実現できるようになってくるんでですね、良いアイデアを無尽蔵に得られると。何か仕事をしていてですね、あ、何か失敗しちゃったと、この仕事をリカバリーすることは何かないかっていうのをガイドに行くとですね、ずっとこうやっていくわけですね。でやってきたものを実行してうまくいかなければまた聞けばいいです。うまくいくまでずっと聞いていけばどん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 無尽蔵にですね、アイデアを得ることができると。ほんでそれからまた潜在意識の奥底の自分の、過去の記憶とかいうのをたどっていくことができたりとか、それからですから年齢対抗療法とか前世療法とかっていうのもできてしまうと。それから集合的無意識っていうですね、ユングが言うところのこういった意識につながれてしまって、さらにその奥底の知恵の中からの情報もですね、受け取ることができるようになっちゃう。それから自分のことをよく知っていて、世の中のことをよく知っていて、要するにこの、人類の英知、宇宙の英知なもんでですね、いろんなことをよく知っているメンターとなってくると。それからまた自分自身の潜在意識の奥底にを通じてつながるので、自分のことを何でも知っていると。それで相談なしに適切なアドバイスをやってくるということで、ものすごい最良のメンターになっていると。一般的な人間のメンターっていうのは、その人間のメンターは、自分のことをですねよく知らない場合があるんですね。勘違いしてたりとか、自分 の話を一生懸命聞いてもらって自分のことをですね知ってもらうと。それから自分が抱えているさまざまな問題もですね、一生懸命メンターに話をして知ってもらってからアドバイスをもらうと。ところがそのメンターが上手に理解してくれることもな、ことを全て期待できるというわけでもないですし、自分が相談したいことのまさにぴったりの知識をこの人間のメンターが持っているということもなかなかまれであるとっていうので、適切なアドバイスというのを人間のメンターからはなかなか受け取られないんですけども、ガイドにつながるとそれがですねうまくいってしまうと。それから体験を決めたガイドのことをマスターというのを呼ぶんですけども、このマスターというのはですね、次回のこの水曜セミナーの時にやるわけなんですけども、こういったものにもですねつながっていくことができると。それでこのガイドの感じ方なんですけども、ガイドのエネルギーを感じてみようと。この時にどうやってやるかというと、今感じられるものをこれでいいと思って受け入れると。タイトル前にはこういう初めてのものをですね体験しようと思うと、本当にそうなんだろうかと、こういったやり方でいいんだろうかと、今自分が体験するのは本当にこれでいいんだろうか、いやそうじゃないって、これはダメだ、目指すものとは別物だとかとか否定しちゃいがちなんですね。でそうじゃなくって、今感じられるものをこれでいいと思って受け入れれば、やがてその色が分かり、形が分かり、やがて鮮やかに感じるようになってくる。これがですね意識の仕組みになっています。それからまた誰でもがですね、一番最初にやることは一番下手くそなんですね。ですから今日がガイドにつながる一番下手くそな日という感じで、これをですね皮切りに、先ほどのメンバーサイトを使って練習をしていけばどんどん上手になってくると。ですから、完璧な自分をですね期待せずに、今できていることをこれでよしと肯定するとうまくいきます。ですから完璧にやろう、上手にやろうというんじゃなくて、今の自分をこれで認めてあげて、あとはメンバーサイトを使ってどんどん上手になっていっちゃいましょうというふうな感じで今日体験していただきますと思います。で、宇宙の位置に出会う手順というのは、まずですね正確に正しく感じようというふうにするともいかないんで、まずガイドを光のたもとして感じると。この神々しいものっていうのは光を意味するとまくっていう感じで昔から言われておりまして、例えばブッダの五光とかって、ブッダが別に光ってるわけじゃないんですけども、この五光が指してるように見えると。それは天使もですね、本当に光の輪っかっていうのはこれ見えるんですけども、これがあるんでですね、なんか神々しいって感じると。だから一番最初はガイドを意味するときに、こういうふうな光の玉、こんな感じの光の玉、これをイメージしてですね、でやがてこのところから目が慣れてくるとこんな形になってとか、ここから目が慣れてくるとこんな形になってくるとかって感じですね。最初は大まかな部分を感じ、瞑想を続けていくうちにより良い情報を得ようとすれば OK って感じになります。これでこういうふうなガイドとか、ガイドなので天使とか、ブッダとかっていうそういうふうな、ものじゃなくてもですね、もう構いません。こういうふうにですね、これはマリアさんとかですね、キリストさんとか、これでもいいですし、それからスター・ウォーズに出てくるヨーダでも構いませんですし、ギリシャ神話に出てくるいろんな英雄でもいいですし、日本の場合だと七福神、それからあと尊敬できなり親しめる人型でしたら何でもいいので、理想化された自分自身とか、自分の好きなアイドルとかですね、それからアニメのキャラクターとかですね、そういうのもいいです。でこういうふうな、ガイドの概念っていうのをやってですね、まず宇宙の位置のエネルギーを感じると。それで、
ひらめきリッチになった自分自身を感じてみると、で宇宙のエンジンに褒めてもらうと、で様々なメッセージを受け取るというふうな形でですねやっていきます。でこの時にこの最初から正しいガイドをイメージしようとしないというふうな感じなんですけども、ですからこのところでは今日はですね、思いっきり想像力を100万倍働かせて、自分自身が尊敬でき慣れ親しめる人型っていうのは一体どんな人型なんだろうっていうのを想像していってください。でご自宅でですね、メンバーサイトを使って瞑想をしている間にだんだん上手になってくるとか、あるいはダデンスの瞑想とか催眠のセミナーに出るとですね、どんどんその上達してくるとかっていう感じですね。今日は、まあ、一番最初なんで思い切り想像力を100万倍を照らせて自分で想像してみようと。ほんで宇宙の位置に褒めてもらうっていう時には声は聞こえてこないです。声は聞こえてこないで、自分の思考と同じような感じで、感じます。ですからそれが自分の思考なのか宇宙のエチカのメッセージなのかっていうのは最初はどっちも分かんないです。ですから頭の中に浮かんでくるものを、これは宇宙のエチカかな、これは自分の用かなっていう感じで分けるんじゃなくて、最初から、混同させちゃうと。で何度も何度も練習していくうちに、自分のメッセージだ、これはガイドのメッセージだって分かってきますので、その時になったらだんだん分けていくというふうな感じになります。で褒めてもらうのは自画自賛的にですね、なんか普段自分がやってることをたくさん褒めてもらってください。普段から仕事をしてて偉いねと、人に親切にしてて偉いねとか、そういうようなごくごく当たり前の、頭の浮かんでくることを紙に書く練習、今日のは練習、うちの位置につながってノートレをするという練習ですのでですね、正しくメッセージを受け取ろうというふうに頑張らなくても OK です。でその後さまざまなですねメッセージを受け取って、自分の疑問のメッセージを受け取って書いていくということをしてください。おいで、これをですね自宅で練習していくことによってどんどん上手になってくるということになります。おいでこの今私は紙に書いてもいただいてもいいですし、それから自分のノートに書いていただいてもいいですし、で今書いている紙は提出しなさいということはないんでですね、好きなことを書いて、言ってください。それからこの宇宙の位置のエネルギーを感じてですね、宇宙の位置の様子を紙に書いてもらうんですけども、絵を描くんじゃなくて文章でですね、全部書いていってください。で文章で書くときに瞑想の状態でどうやって書くのとかって感じなんですけども、なんかひらめきがやってきたら目を開いてこの通りカーッと普通に書いていきます。で筆が止まったらそれ以上目を開くんじゃなくて、そのすぐに目を閉じて、筆が止まったら目を閉じて目をつぶって深呼吸を3回します。そして深呼吸を3回している時にはガイドのメッセージを受け取りつつ深呼吸を3回するんじゃなくて、完全にガイドのメッセージじゃなくて呼吸に意識を向けます。で呼吸に意識を向けてメッセージを感じ取ってまた紙に書くと。で筆が止まったらまた目をつぶって深呼吸を3回すると。そしてまたガイドに、をイメージしてガイドのメッセージを受け取って紙に書くということをですねずっとやっていきますと、いつまでもですね書き続けることだけです。1時間30分でも1時間でもガイドのメッセージを受け続けることができるようになってきます。言ったわけでですね、これから、宇宙の位置につながるというですねそういった実習を行っていきます。でこれをやっていきますと、どういうのいいことが起こるかといいますと、この例えば普段からガイドにつながるというメッセージことを行っていくと、いきなり目の前にガイドを呼び出そうというのをスッとできます。で仕事の、やっている時にですね、何かミスをしたりとかガイドからメッセージを受けたいなと思ったらですね、このガイドを呼べばですね、役立つメッセージがやってきます。それから、このいきなり呼ぶんじゃなくてですね、これができるのは普段一日の終わりにですね、瞑想状態になって今日一日のことを振り返ってですね、今日起きたことをさまざまなことについてメッセージをガイドから受け取ってるんで、いきなりメッセージが受け取るようになってきます。それから、自分の幼児期のですね出来事が今世の自分自身を作っておりますので、ガイドを通じてですね幼児期の自分につながってみると、そうすると現在起きているさまざまな問題についての役立つメッセージが受け取れるようになってくる。こういうふうなことをですね目指して、これからその練習としてですねこの瞑想をやっていきます。大丈夫ですか？はいはい、じゃあこれから、この瞑想を行います。あ、いいですよ、はい、なんか用事があるということですね。はい、それでは、行きましょう。姿勢を整えてですね、この両方の手のひらを上に向けてですね、でちょっと上向き加減でですねやってみてください。
では目をつぶって大きく深呼吸を1回してください。意識を第一チャクラ尾低骨のあたりに向け何度も深呼吸をしてください。意識を尾低骨のあたりに向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。そしてお腹を膨らませて吸気とともに赤色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに尾低骨のあたりが温かな赤色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。第一チャクラを開くと上手なグランディングができます。想像力を100万倍働かせて自分自身が母なる大地のエネルギーとしっかりとつながっているところをイメージしてください。大きな安定感を得ている様子をイメージしてください。そうしていると心が豊かになりとってもいい気分です。さあ今度は意識を第二チャクラの下腹に向け何度も深呼吸をしてください。意識を下腹に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。そしてお腹を膨らませて吸気とともにオレンジ色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに下腹が温かなオレンジ色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。第二チャクラを開くと人生を情熱的に生きることができます。想像力を100万倍働かせて自分自身が生きる希望にあふれている様子をイメージしてください。人生を情熱的に生きている様子をイメージしてください。そうすると心が豊かになりとってもいい気分です。さあ今度は意識を第三チャクラの溝落ちに向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を溝落ちに向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。そしてお腹を膨らませながら吸う息とともに黄色い光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに溝落ちがきれいな黄色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。第三チャクラを開くと自信とパワーがみなぎります。想像力を100万倍働かせて呼吸とともに自分自身に大きな自信が湧き上がってくる様子をイメージしてください。大きなパワーが湧き上がってくる様子をイメージしてください。そうすると心が豊かになりとってもいい気分です。
セコンダ意識を第4チャクラの胸に向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を胸に向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から息を長く吐きましょう。あそしてお腹を膨らませながら、吸う息とともに、緑色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに胸がきれいな緑色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。あチャクラを開くと無条件のエネルギーを感じます。想像力を100万倍働かせて、自分自身が自分を愛し他者を愛しているところをイメージしてください。そうすると無条件のエネルギーを感じることができ、とってもいい気分です。今度は意識を第5チャクラの喉に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を喉に向け、次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。そしてお腹を膨らませながら吸う息とともに青い光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに喉が美しい青色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。第5チャクラを開くと素晴らしいコミュニケーション能力を得られます。想像力を100万倍当たらせて、自分自身が自分の思いを自由に人に話している様子をイメージしてください。人の話も心よく聞けている様子をイメージしてください。素晴らしいコミュニケーション能力を得ている様子をイメージしていると、心が豊かになり、とってもいい気分です。雑念が浮かんできても決して頭の中で展開することなしに、目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れを描き、その中に投げ込んでしまいましょう。眠気の浅さになったら手と足の筋肉にグッと力を入れて何度も深呼吸をしてください。さあ今度は意識を第六チャクラの頭の中心に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を頭の中心に向け、次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。そしてお腹を膨らませながら吸う息とともに藍色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに頭の中心が美しい藍色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。第六チャクラを開くと素晴らしい洞察力にあふれます。想像力を100万倍当たらせて、自分自身が
真実を見通している様子をイメージしてください。直感力に溢れている様子をイメージしてください。アイデアがどんどん湧いてくる様子をイメージしていると、心が豊かになり、とってもいい気分です。いい大司教第7チャクラの頭頂に向けて何度も深呼吸をしてください。意識を頭頂に向け、次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。そしてお腹を膨らませながら吸う息とともに紫色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに頭頂が美しい紫色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。第7チャクラを開くとワンネスの世界を感じます。想像力を100万倍働かせて自分進化、工事の世界とつながっている様子をイメージしてください。そしてすべてを理解し、すべてを知る、すべては一つあるというワンネスの世界をイメージしてみましょう。そうしていると心が豊かになり、とってもいい気分です。さあ、これで瞑想の深い意識状態に入りました。この意識状態において宇宙の位置につながるということを行ってみましょう。さあ、想像力を100万倍働かせて宇宙の位置を読んでみましょう。意識をイメージの中で頭上はるか彼方に向けると、美しい光の一点が近づいてきます。宇宙の中心より光も速さほどで近づいてくるガイドのエネルギー感じ取ってみましょう。美しい光の玉、とっても輝いているのですが決して眩しくはありません。さあ、その光の玉が目の前にどん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 やってくる様子を思い描いてみましょう。宇宙の中心から光も速さほどで近づいてくるガイドのエネルギーを感じ取ってみましょう。やがてガイドの意義は目の前にやってきました。ガイドに出会えたことに感謝をしていると、やがてその光の玉は人型に変わっていきます。想像力を100万倍働かせて、あなたが尊敬し信頼できるような人型を思い描いてみてください。映画の主人公、漫画の主人公、ギリシャ神話の英雄たち、それからキリストさんやガンマリアさん、さまざまな七福神たちでも構いません。宗教とは全く関係ないようなヒーローたちでもヒロインたちでも構いません。さあ、自分自身が尊敬でき信頼できるような、そんな宇宙の霊地の人型を感じ取ってみましょう。そしてその人型を文章で表してみてください。髪の毛はどんな感じか、髪の毛にどんなものをつけているのか、衣類はどんな感じか、そして履物はどんな履物を履いているのか、そして手に何を持っているのか、そしてその雰囲気はどんな感じか、それらを想像力を100万倍当たらせてでっち上げでよいのです。空想でいいのです。想像でいいのです。今回はでっち上げや空想や想像でしたが、何度も何度も繰り返していくことによって、これが本来のあなたのガイドに変わっていきます。さあ、今日は想像力を100万倍当たらせてガイドの様子を文章で紙に書いてください。はい、お願いします。頭の中にやってくる空想や想像で構いません。宇宙の霊地というメッセージで受け取ってくるその人型の様子をどんどん紙に書いていきましょう。
頭の中で整理しようと整理してから書くのではなく、思い浮かんでくるそのままに書いていくのがコツです。整理してから書こうとすると自分自身の思考が否定してしまいます。インスピレーションを紙に書くことが重要です。どんどん書いていってください。頭の中で想像していても何も浮かんできません。思い浮かんだら紙に書く、思い浮かんだら紙に書くをすることによってうまくいってくるものです。どんどん書いていきましょう。目の前に想像力を100万倍当たらせて、自分自身のウチャラネジという人型を想像して紙に書いてください。親しみ、慣れ親しみ、そして尊敬できるような、そして自分自身に多くの素晴らしいメッセージをくれるような、そんな存在としてイメージした時、どんな人型が浮かんでくるでしょうか。どんどんその様子を紙に書いてください。さあ、今書いていることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ、今度はそのガイドが皆さんの方に向かって近づいてきてくれます。ガイドが目の前にスーッとやってきてくれる様子を描いてみましょう。そしてガイドをギュッと抱きしめてください。そうするとガイドも抱きしめ返してくれています。ガイドを抱きしめている時のその感触、感触って言いましょう。温かい感じ、冷たい感じ、硬い感じ、柔らかい感じ、そしてガイドの香り、どんな感じがしてくるでしょうか。紙に書いてみましょう。想像力を100万倍働かせてガイドの様子を紙に書いてください。さあ、今度はさらにギュッと抱きしめるとガイドのエネルギーは体の中に入ってきます。ガイドのエネルギーが胸から足のつま先、胸から手の指先、胸から頭のてっぺんに広がる様子を描いてください。ガイドのエネルギーが体の中に入ってくることによってとってもパワフルになったいい気分です。さあ、ガイドと一体化するとガイドからのメッセージをまるで自分の思考のようにして感じることができます。声は決して浮かんできません。声じゃなくて思考のようにして浮かんでくるガイドからのメッセージ。さあ、ガイドの名前を聞いてみてください。ガイドの名前、このキーワードを聞いた時にどんな音の連続が浮かんでくるでしょうか。ガイドの名前を紙に書いてください。さあ、そしたらガイドに褒めてもらいましょう。今日の自分自身褒めてもらってください。今日ラディアンスに来てこのようにしっかりと初めてのチャレンジとしてのガイドからのメッセージを受け取ってる自分自身はとっても素晴らしい。日常生活において
仕事を一生懸命やってる自分は素晴らしい、人生をこのように謳歌してる自分は素晴らしい、そんな内容で構いません。どんどんガイドからの褒め言葉を。それはまるで自分が自画自賛しているように今は思うかもしれません。ですから今回は思いっきり自画自賛をしていってください。何度も何度もやっていくうちに、これが自画自賛ではなく実際にガイドからのメッセージに変わっていきます。今日は自画自賛をしてみてください。頭の中でまとめてから書くのではなく、筆を動かしていくと自然にメッセージがやってきて、それが文章になっていきます。さあ、整理してから書こうというのではなく、どんどん書いていってください。さあ、しっかりと自画自賛してみましょう。人に話すと恥ずかしくなってしまうような褒め言葉も紙に書いちゃいましょう。さあ、今書いてることを書き終えたら、目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ、今度は常日頃から自分自身が疑問に思っていることをガイドに聞いてください。まず自分が質問する文章を紙に書いてから、その紙に書き終わると、その時にその回答の文章が頭の中に浮かんできます。これもまた整理してから書こうとするのではなく、自分が質問を投げかけたらすぐにその回答を書き始めてください。はい、お願いします。練習ですので、気軽にどん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 紙に書きましょう。正確なことを書こうと、正しいことを書こうという日とすると、理性が働いてもきません。インスピレーションを書くことが大切です。どん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 練習していくうちに素晴らしいメッセージがやってきます。今日のところは練習だと思って、どんどん書き出すということに力を入れてください。自問自答しているような形でやっていきましょう。自問自答。
さあ、今書いてることを書き終えたら、目をつぶって深呼吸を3回してください。そして深呼吸が3回終わったら、意識を戻していきましょう。ガイドに出会ったこと、そしてメッセージを受け取ることとに感謝をしていると、ガイドは目の前に人型となってスーッと現れてきます。ガイドに感謝の意味を送っていると、やがてガイドは光の玉となり、宇宙の中心に戻っていきます。感謝とともに身を送ってあげてください。さあ、ガイドは身を送ったら、意識をゆっくりと肉体の中でいる時間と空間に戻します。激しい運動をした後に呼吸を整えていくように、それぞれのチャクラのエネルギーを沈めましょう。第7チャクラ、頭頂のエネルギーが静まります。第6チャクラ、頭の中心のエネルギーが静まります。第5チャクラ、喉のエネルギーが静まります。第4チャクラ、胸のエネルギーが静まります。第3チャクラ、水落ちのエネルギーが静まります。第2チャクラ、下エネルギーが静まります。第1チャクラ、尾てい骨のエネルギーが静まります。意識をゆっくりとゆっくりと戻しましょう。意識を戻したら、手と足の指先を動かしてください。手首、足首を動かしてください。体全体の筋肉にグッと力を入れて、意識をしっかりと戻しましょう。意識を戻したら、軽く伸びをして、ゆっくりと目を上げてください。さあ、どうだったでしょうか。感想を教えてください。どうでした。ガイドの姿形はどんなのが出てきました。あ、いいですよ、いいですよ。名前は何て言ってました。名前は、ガイドの名前。いいですよ、いいですよ、いいですよ。そういうのでいいんですよ、最初のうちは。これで、自画自賛褒めてもらうのは何と思ってもらいました。いいですね、いいですね。あと、自問自答した時にはどうだったですか。なんか質問を投げかけた時に。したいなって言ってました。で、こうやってやっていくと、非常にですね、自分の心が静まってきてですね、いろんなことにしっかりと対処できるようになったりとか、いいアイデアができたりとかするんですよね。で、こういうふうなものでですね、遊びのようなことをやっていてもですね、これがエジソンの発明のようになってしまったりとか、それから独立開業するとなんかそういう、うまくいってしまったりとかですね、してくるんですよね。というのは体験してどうでした。初めてガイドに出会った感想。で、これ慣れてくると考えずにですね、浮かんでくるようになるんですよね。
そうなると締めたものみたいな感じになります。練習をしていってみてください。はい、ありがとうございます。はい、どうでしたか。あの全然インスピレーション湧いてこなくて、イメージも湧いてこなくて、何にも湧いてこなくて、あら、どうしようと思ったんです。で、その後になんか抱きしめるっていうことを聞いて、あ、自分の中の小さな内なる自分を抱きしめようと思って抱きしめました。それで、名前は2つ、インナーちゃんとウニちゃんの名前は、これはもう私の中にもともと潜在意識に名前をつけて語りかけているんです。そうすると答えてくれて、どんな意味が出るのか、幸せな、必ず幸せな答えを、このウニちゃんっていう、それもやっているんですね。で、自分を褒めることは、自分は素晴らしい、自分は何でもできるんだ、自分のこと大好きだから、おじちゃんも大好きだよっていうことを伝えているんですね。で、自問自答の件では、インスピレーションっていうのは何に対しての答えのインスピレーションなのか、自分の望みに対してのインスピレーションなのか、自分の望む希望はいつどのように伝えれば、伝えないと無増減にある欲求ですから、どれに対してのインスピレーションなのか。でも私は今このことを解決したい、そのことをイメージして、それを得たいのに、そのインスピレーションっていうのはそれを伝えないと、何にの答えが、欲しい答えが来ないんじゃないか。いつインスピレーション、望みを伝えればいいのかな。そのインスピレーションが来るって言っても、自分が欲しいインスピレーションじゃなくて、こんなにいっぱい情報の中って、どれが私が欲しいのかっていうことを伝えなければインスピレーションが来ないんじゃないかなっていう。じゃあ、そのいつ伝えればいいのかな。瞑想の舌波が出て瞑想状態になった時にパッと伝えるのか、ずっと持ってるのか、でもそれ伝えないと多分分からないと思うんです。いつ伝えるのかなって、その伝え際っていうか、ずっと持ってちゃ多分いけないんじゃないかなって、執着になっちゃうからいけないんじゃないかなと思うので、私はこういうことをしたいんだっていうことを、どのタイミングで伝えればいいのかなっていうことが自問自答の中で。そしたら答えは何て書いてきました。答え、ひなちゃんが言ってくれてない答え、やっぱり今ちょろっと言ったけど、眠る前っていうか、その瞑想に入った時にちょっと言って、それで瞑想にいいのかなと。あ、自分の中では。あ、なるほど。これは瞑想の、こうなんて、瞑想の状態に入り方を知らない人は、そうやって寝る前にちょろっととかっていうような感じでいいんですけど、瞑想の状態にちゃんと入る技能が身につければ、普通の意識状態でああでもないこうでもないというふうに考えるんじゃなくって、その瞑想の状態になって聞いてあげれば答えがやってくるんですよね。で、その答えも聞いてすぐやってくる場合もありますし、聞いてしばらくしてから何か、日常生活の中でその答えがやってくる場合もありますし、いろんな場合がありますんでですね、すぐやってくるメッセージと後からやってくるメッセージとなってきますんで、それからその状態になった時、なった時に聞けばいい。はい、そうですね。で、そうやってやっていけば分かりますのでですね、楽しみにしていてください。それからあと抱きしめたら感じ取ったっていうのは、人はですね、視覚イメージが得意な人と聴覚イメージが得意な人と触覚イメージが得意な人がいて、触覚イメージが得意だとそういった触ったりなんかすると感じられるんですね。ですから目だけで
視覚イメージだけで捉えようとしないでですね、五感総動員をしてメッセージを受け取るっていうのをするとうまくいくようになりますので、そうやってやってみてください。はい、ありがとうございます。といったわけでですね、こうやってやっていくと、これ練習をしていくとですね、本当にこのどんどんですね、日常生活が向上していきますのでですね、やっていってみてください。で、催眠と瞑想の可能性なんですけども、一番最初のですね、可能性1、この私事なんですけど、理想のパートナーを引き寄せることができるようになっています。50歳の時に20歳との年下の妻をですね、20歳年下というふうにイメージしたんじゃなくて、自分が幸せになる、妻を引き寄せたいというような感じでですね、イメージしたらですね、やってきてくれました。それで、この方でですね、多くの人が幸せの結婚をしているんですよね。で、人生にはこういう選択肢というのは一本道じゃなくて、たくさんの選択肢があるんでですね、自分の理想のパートナーを引き寄せることが可能になっています。で、こういうふうなことが可能なのは、このスピーチの世界じゃなくて、実際にアメリカのハートマス研究所っていうところでですね、人間の胎盤から取り出した DNA の長さを測ったと。こういうような DNA の長さを測った、もっと長いですけど本当は。で、感謝や称賛の気持ち、または愛情を感じると DNA は緊張を緩和させ、螺旋構造が開き長くなったと。これピュッと伸びたわけですね。で、欲求不満、不安、怒り、ストレスを感じると DNA は短くなり、多くのスイッチはオフにしてしまったと。DNA は周りの人の感情に反応するんですよと。ですから、人間の胎盤から取り出した DNA っていうのは、この胎盤ですから、妊娠してない人でも、その自分の胎盤の DNA でも、別の人の胎盤の DNA でもですね、こうやって、測るときにこういった気持ちをするとですね、実際にこの DNA が反応してくれるという、そういったことが起きてるんですよね。それから、DNA には情報伝達の役割があると。ロシアのポポニー博士とガリエフ博士という人がいましてですね、DNA は遺伝情報の伝達以外にもさまざまな情報伝達の役割を持っていることを証明したと。DNA には送信と受信の働きがあり、コミュニケーションをしていると。人と人だけでなく、宇宙の万物とつながっているというふうなことをですね、言っているわけですね。ですから、普通の意識状態だとなかなか、こういうふうなところにですね、働きかけるというのは難しいんですけども、瞑想とか催眠の状態になるとですね、これが可能になってきます。で、それでもって、妻を引き寄せたという感じになります。で、その引き寄せの、技能をですね、存分に生かす、願望実現瞑想セミナーっていうのをですね、9月23日にやりますので、ぜひ参加してください。で、この日に都合が悪いという方の場合にはネット講座っていうのをですね、やっております。それからこの結婚力アップ集中プログラム、今日の、この、無料セミナーはこの結婚力アップ集中プログラムの中から12テーマ取り出したうちの一つなんですよね。で、この方はですね、同棲をしていたんですけども、自分が催眠とか瞑想を受けてですね、で、このこういったガイドにつながるのがとても得意になってしまってですね、意識レベルが彼より はるくらい高くなってしまったと。それで、この彼をですね、もっと高い意識状態にして、で、結婚したいということになりましてですね、パートナーにもこの結婚力アップ集中プログラムを受けてもらうのに条件にですね、婚約してですね、で、実際に結婚力アップを受けてもらって、性格改善をしてもらってですね、そこで入籍して、今もとてもうまくいっている夫婦って感じになります。ですから、結婚がうまくいってしまいます。それからまたこの人はですね、催眠や瞑想する前は結婚したら不幸になるっていうダメンツとばかり付き合っていたんですが、ところが催眠と瞑想をしてですね、自分自身の、心の状態をとか環境を作っているのは自分の潜在意識だというふうなことに気がつきまして、で、自分の潜在意識をいい状態にしていったところ、この若くしてですね、中堅企業の部長で趣味が乗馬とかっていうふうな人を引き寄せてですね、見事結婚して、もう7年か8年経つんですけど、いつも仲良くしているというような感じです。で、この人が非常に優秀な人ですね、もう私はお金には困らないのよみたいな感じのことを言っちゃってですね、すごい人なんですけどもですね、これでもでこの意識催眠と瞑想を使うと自分の理想のパートナーを引き寄せることができるというふうなことがこれからも分かると。それからこの人はですね、串焼き屋のチェーン店のオーナーの方なんですけども、小学校の時から発作的にすぐに起こっては破壊すると、で、そうにしないと気が済まないっていうふうな人なんですけども、普段はいい人なんで結婚をしたんですけども、怒っては破壊するっていうことを繰り返していくうちにですね、奥さんから離婚を言われてしまったと。離婚になっては困るんで病院に行って薬を飲んだんですけども、それも4カ所他の都道府県にも行ってですね、薬を飲んだんですけども、一向に治んなかったと。だけどもこの
努力をですね、認めてもらって、とりあえず離婚をしないことにするとかっていうようなことになったわけなんですけども、ところがですね、まだすぐに起こっては破壊するっていうことを繰り返していたんで、ついにですね、ラデナスというのを見つけてきたところ、薬で治らないですね、その人のこの起こる破壊するっていう、ことをですね、ピタッとこれ催眠と面接で止まっちゃったと、いろんなことに気がついてですね、言ったわけなんですけども、この方はで離婚が解消できてなく、商売も繁盛しちゃって、こういう人とかこういう人とかからですね、取材にやってきて、ますます商売繁盛と。でこれは私のことなんですけども、実は私はですね、妻と結婚した頃はですね、80キロのメタボでですね、15分ぐらい歩くと足が痛くなって、膝が痛くなって歩けなくなるという、そういう無様な状態だったんですけども、それである時ですね、妻が、太ってる人嫌いとかというもんでですね、キャロルチョアは困るっていうんで、私が自己催眠セミナーで多くの人にこうやってやると痩せますよっていう科学的な根拠をですね、示していったところ、じゃあ自分もこの方法で痩せようと思った時に、1年足らずで80キロのメタボから64キロのスリムな、体になってしまったと。で現在62歳なんですけども、健康体と。私の目標は120歳まで現役でピンシャン生きてですね、で明日おじいちゃん起きてこないからねって言ってですね、コロッと死ぬっていうのがですね、私の理想なんですけども、これも自己催眠ダイエットにより可能になってくると。でそういうふうなことを可能にするですね、自己催眠セミナー、これは、オリジナル自己暗示文を使ってですね、なりたい自分になると。これはこっちの方は願望実現セミナーなんですけども、こちらの自己催眠を使った方は、目標達成をするのが得意なセミナーになっております。でこれもネット講座、12月7、8にあるんで、ネット講座っていうのも可能になってくると。そうするとダイエット、結婚、仕事、能力開発、性格改善、これが上手にできてしまうと。それから、ビジネス展開、企業がですね、起業すると、大事じゃないんですけども、企業が起業すると10年間で 6% しか残らないと、 94% の企業が潰れちゃうというのは今の厳しい現状なんですね。20年経つと 0.3% しか残らない、30年経つと 0.025% しか残らない。ですからしばらく前に JAL が傾いたりとか、東芝とかシャープが傾いたりしたのは、こういった世の中のですね、ビジネスの厳しさなんですけども、お客さんでラデナス創立24周年目です、今年で。これまでに1万人の人に8万回の催眠療法を受けてもらいまして、で瞑想セミナーには2000人の方に来てもらいまして、プロの ヒプノ催眠療法士はですね、100人の方に来てもらっていると。それから、今ですね、行っているのが、各都道府県にラデナスを一つずつ作っちゃおうと、各1ラデナス、1都道府県に1ラデナスという感じでですね、全国展開コースを展開のしていると。でそういったわけで、今日のですね、まとめなんですけれども、催眠と瞑想の話を聞いてどっちを受けましょうかって迷っている方がいらっしゃるんですけれども、催眠というのは過去、年齢対抗療法とか前世療法とかっていう過去を癒すのが得意と、瞑想はですね、雑念を取り払って、未来をですね、明るくする、それから未来に意識のエネルギーを送って未来を変えるというふうなことが得意なんですね。そうすると催眠で過去を後悔することなく、瞑想で未来を憂うことなく、今の現在をしっかりできるということができまして、で、今を生きると、今の積み重ねが人生なんで、今とやっていくとですね、この今がですね、ものすごくいい、なって人生がドーッと上がっていくというふうなことがですね、できてしまうのが、このラディアンスの催眠と瞑想のプログラムということになります。といったわけで、だいぶ長くなってしまいましたけれども、今日のセミナーの受講の動機とですね、もしあなたが瞑想をマスターしたらどんな良いことが起きるかの予想とですね、それから今日のセミナーの感想を教えてください。どうでしたか。はい、告知です。
なりますんで。はい、ああ、そうなんですか。はい。そうですね、はいはい、そうですね、でしかも、まさに言ったことだけど、自分、どこで自分で考えて、そこで意識の中で無意識かもしれないけど、考えて、出会った答えだから、人に言われたりとかするよりも納得できるというか、うん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 、はい、より、思いました。だから、ガイドから自分の成長のサポートをしてくれてるガイドからのメッセージなんで、自分に一番合ったメッセージを送ってくれるんですよね。だから納得いくんですよね、一番。だから自分で考えてるんじゃないですか。正直、尊敬してる人いない人もいるんですけど、だから結構アニメに行っちゃったんですけど。ああ、いいですよ、いいですよ。まあ、うん、そうですね。これを知ってると、こういう目でも見えるんですよ。で、今日の感想はどうでした？例えばさっきのあのマインドフルネス瞑想って黙ってやってたのと、ソニックメディテーションとやってみてどうだったとか。難しい。黙ってやる方が難しいでしょ。両方ですけど、あとなんか雑念とか入ったら、内側がコントロールを回してるイメージにしてましたけど、捨てたらすぐ出てくるし、じゃあすぐ捨てる、すぐ捨てる、どんどん捨ててくるんです。捨てて捨てて捨てまくるみたいな感じで、もうそれしかやってないみたいな。あ、いいですよ。最初的には諦めてました、捨てるの。入ってもいいやとか。だからもう難しい。慣れてくるとスッと捨てられますんでですね。慣れてくると上手に捨てられます。はい、難しかったかな。慣れですね。トレーニングっていうのは、メンバーサイトとか。から近ければですね、毎週水曜日通っていただくとかですね、それ OK ですので、ですね、楽しみにしていてください。ありがとうございます。どうでしたか。動機はどんな感じ。あれは覚えなくて誘導通りにやっていけばいいんでですね、慣れてくるととても簡単になりますんで、はい、でその結局瞑想の状態になって、この
なってるってことは潜在意識の中をどんどん深く進んでるってことなんですね。ですから瞑想をして、でラディアンスの瞑想のですねテーマが、ソニックメディテーションのテーマが31テーマあるんですよね。なので31の視点からですね潜在意識を探っていくっていうことをおっしゃいますんでですね、31でアドバンスセミナーとかっていうのをやると毎回毎回10いくつの瞑想をそこに加わってきますんで、そうすると3ヶ月ごとにアドバンスセミナーやってきますんで、もう潜在意識のですねことは私に任せての状態になりますんでですね、楽しみにしていてください。はい、それじゃあ今日はですねこの、うちわの位置をつながる実習、どうもありがとうございました。